はい、皆様こんばんは、パームスの沼田です。2020年最後のパームスムービー、こちらね、パームススタジオの方から、ライブという形でね、今晩は届けてい、きたいと思います、ね。久しぶりのねライブ配信のものでですね、すいません、先ほどまでちょっとバタバタスタジオに流してまして、今、ギリギリなんとか放送にこぎつけたと、すいません、待機中の方、あれ途中まで何もないぞという方いらっしゃったかもしれませんが、寸前のところで、間に合いました。早速ねメッセージいただいてます。ココさん、待機中という形でありがとうございます。そして、おでこさんね、あ、なんか今 CM 入っちゃってるかな、これもしかしたらちょっと今 CM 入っちゃってるかもわからないですね。ちょっと今ちょっとお待ちくださいね。うん、今 CM 流れてますね。ちょっと待って、ちょっとごめんなさいね、やっぱりバタバタしてました、ね。僕の方でできそうですね。これで大丈夫だと思います。あ、すいません。CM 今入らないようにいたしました。ごめんなさい。開始早々 CM が入りました。すいません。ね、こんばんは。ココさん、おでこさん、こんばんは。木曽さん、こんばんは。ゴーゴー KTR さん、こんばんは。ね、マーク、リロス、ハローフロム。ああ、いいですね、グリース。はい、ハロー。ね、大輝さん、こんばんは。ね、そんなわけでですね、5月の末ですかね、ライブ、一旦ね、終わりまして、今12月の末という形で、半年近くですか、半年ぶりのライブになりますけども、ね、今回はですね、今年1年、ちょっと振り返りながら、さらにね来期、さまざまなちょっとね、イベントといってもですね、こんなご時世なんでね、なかなかちょっと、皆様とねこう直接お会いすることができないんですが、そんな中でも、オンラインを通じたイベント等々、弊社の方で、いろいろ今企画しているもの、もしくはね、大きなショー、そちらへの参加のご案内等もありますのでね、最後までご覧いただければと思います。またいつも通りね、釣りに対するご質問、などもあればね、こちらの今チャットの方で、いただければ、私お答えしていこうというふうに思っております。ぜひ、どんどんメッセージもしくはご質問いただければね、ありがたいなというふうに思っております。で、ね、ちょっとね今週はね、ちょっと SNS の方でもいろいろと、ご紹介させていただいたんですけども、私、月曜日から釣りビジョンメタルバスターの撮影の方入っておりましてね、当初は、ね、ちょっと遠征を予定してた12月の撮影なんですけども、ちょっとね、遠く行くより、ちょっと近場、特にね会社のあるこのフィールド相模湾に面したところで、なおかつちょっと私がね小さい時からこういろいろ通ってた場所という形で茅ヶ崎、中心にですね撮影の方を行ってまいりました。で、この時期ね、相模湾のメインのターゲット、シーバスになるんですけども、それ以外にもね、フラットフィッシュであったりとか、狙い方によっては青物がまだ狙えるという形で、ね、青物のイメージは結構夏場比較的ね、この湘南海域、メインになるんですけども、今時期はですねそれサイズアップした魚が狙えるんですね。で、サーフがメインになるフィールドなんですけども、エボシバといいましてね、茅ヶ崎漁港からこう当選が出てまして、そこに渡るとですね、結構ね遠征に行った雰囲気、かつね、タックルこそ少しライトに落とすんですけども、こんな感じでね、今これ、手元を持ってるのがね、これいよいよここまで来ましたね。パームスムービーもしくはね、前回前々回かな、メタルバスター等でも、
実調でねテストを繰り返してきた黒ティップのこれダイビングペンシルね、ロック昭和系のプラグ等々使った釣りがね実は楽しめるという形でですね、これグランバイツっていう名前でね、また詳しくご紹介していきたいと思いますけども、そんな釣りをしてまいりましたね。まあ風おかげさまでね吹かれずに、ちょ先週だったらちょっと危ないなっていうぐらい南が強くてうねりが入ってたんですけどもね、風も落ち着いて、まあそんな中でこう餌を探しながら釣っていくというような形でね釣っていったわけなんですけど、なんとか無事収録の方を終えまして、私自身今年の大きなねロケは前回のメタルバスターの撮影で、まあ一卒一段落という形で、あとはこれから年末にかけてプライベートで釣り納めをするかどうか、ちょっと海の状況を見ながらね、今晩あたりなかなか雰囲気はあるんですけども、ね、ちょっといろいろ誘惑のある雰囲気で出かけてしまいそうかなと、いったところなんですけどもね、今ね、日本ね、まあ南北長いもので場所によってはね、なかなかちょっと釣りに行けないよと、いったような状況のところも、あるかと思いますけどもね、まあ今晩はね、まあ、そんな状況の中でも、1時間もしくはちょっとオーバーするかも分かりません、まあ、いつものこと、終了時間は決めておりませんのでね、ちょっと長い時間なるかも分かりませんが、お付き合いのほど、お願いしたいと思います、ね、早速たくさんのメッセージご質問いただいているようなんで一つずつちょっと、お答えしていきたいと思いますね。ゆうすけさんこんばんはね、村亮さん ありがとうございます。シュワガイボルグ、お使いいただけているという方で楽しんでくださいね、ありがとうございます。伊佐古道さんいつもありがとうございます、こんばんは、ライト太郎さんこんばんは、待ってましたという形でね、ライト太郎さんね、ビット圧拝見しております。ジムさんこんばんは、年明け早々あ修理の方ですね、お店の方をお持ちいただいてね、面積修理の場合はですね、保証書3年以内であれば保証書をお出しいただいて、ければで、迅速に対応させていただきますので、お手数かけますお持ちいただければと思います。サルソンさん お待たせしました、こんばんは、おでこさん、質問いただいております。さあ北海道のオフショアジギングの釣りを検討していますという、ソイナの根魚ホッケたらいいですね、いいですね、装備は何を揃えばよろしいでしょうか、ロッドリールの番手チグチョイス、そうですね、北海道でのオフショアジギングはですね、自分は、ブリのスロージギング、それからサクラマスのジギングですね、ここをね、メインにやったことがあるんですね。でロックの場合はもっぱら、ショアから釣ってたんですけども、このね北海道特にまあソイもしくはホッケタラなんですけども、結構ね水深おそらくこれターゲット、拝見する限り聞く限りだと結構あるかなという形で、まあ、場合によっては20メーター前後の岩礁地帯から深いところでタラだと100メーター前後もしくはそれより深いところも行くかなと思うんですね。でタックル1本で揃えていくと、まあ、スロージギングっていう釣り方が一番、適しているターゲットになると思います。でまあ、スロージギングの場合ですね、パワーバーンって今あるのはメタルウィッチクエストアルファというシリーズで、まあ、631、632、633、634という末尾が、ね、パワークラスになりまして、前が長さ6フィート3インチの1番、2番、3番、4番、そして6フィート8インチ、6、8、5、8インチの5番パワーという形でラインナップがスロージギングの場合5本あるんですけども、結構ねまあ水深をこう浅いところ、まあ20メーターから100メーターというと本来だと少し、番手を違えて持っていければベストなんですね。例えば浅いところやるときに、まあ、1番ないし2番で、深いところやるときに4番もしくは、5番っていうパワーをこうチョイスしていくんですが、まあ、1本でやろうとした場合ですね、そのちょうど真ん中、3パワーないしは4パワーメタルウィッチクエストアルファ 634SF もしくは633の SF、このどちらか選んでいただきまして、でジグのウェイトはですね、まあ、それぞれこう、表記があるんですけども、基本的にこうティップがこう跳ね返る状況、リーディングによってですねティップが跳ね返るパワーを生かしてジグをこう水中で横に向けていくわけなんですね。パッパッパッで特徴としては、まあ、ショアスロー同様ですね、見せて落としてこう食わせるという釣りになります。で特にねソイとか、ロックフィッシュがメインになるエリア
なんかだともう本当ボトムからね、場合によっては50センチ渋いのね、追っかけてくる魚で上限2メーターと、いったぐらいのイメージで、かなりこう狙いのレンジをバーッとこう絞り込んでですね、そこでこう見せながら落としていくっていうような釣り方になってきます。で当然こう深いところは重いジグ、背負っていくことになるんですけども、まあ、特にタラの場合なんかは少し重いジグがね、使うようになるんですが、その時はですねどちらかというとこうロッドパワー本来だと5パワーだとしっかりこう跳ね上げられるんですけども、少しローパワーになってくると跳ね上げるっていうよりですねロングフォールっていう釣り方になりまして、竿をぐーっとこう持ち上げてですねスーッとこう落としていくんですね。で特にタラの場合こうフォールのアクションのところでこう押さえていくような当たりが出ますんで、釣り方としては、ピッチを入れてジグを動かすイメージ以外にロングフォールの釣り、これをね対応していただくと、一本の竿でも対応できるかなという形になります。でメインラインはね、言ってもですね、1.5 号の P、これをメインにしてリーダーはフロノの30ポンド、これでね十分対応できるかなというふうに思います。であとはねフックだけ、例えば根魚やる浅いレンジのところはですね、例えばツインパワー、ごめんなさい、ツインパイクの1ないし10、これにジグのサイズとしては60ないし80、大きくてもまあ100といったところで、タラ狙いの場合はさらにウェイトが回して200、場合によって 300g のジグ使うんですけども、まあ、その時にね、弊社のラインナップの中にある、パワーアシスト、これの10ないしはまあ20に近いぐらいのサイズまでっていう形で、フックで対応するというような形でね、楽しんでいただければこれらのターゲットを、網羅することができるかなというふうに思います、ね。青森なんかではね実際、青森の、オフショアではアイナメ狙いでねスローで出たんですけども、すごい高反応でですね、結構アイナメの場合はねあのカス糸飛ばして上の方まで追ってくるんですよ彼らは。でスイッチ入っちゃうとね、魚のイメージすごい強い魚なんですけど、スイッチ入ると水面まで来ますんでね彼は、それぐらいアクティブなんですね。なんで ここはどんな魚かな、ソイかな、アイナメかな、ね、そういうのをちょっとね想像しながらこう釣り分けてみるっていうような釣りができるのもスロージグの魅力の一つになりますんで、ぜひ、お試しください。面白い釣りね。大輔さんありがとうございます。お待たせいたしました。あ、画像かくついてますか。これね、ただいま、放送の方の出力は順調にいっております、もしちょっとまたカクつくようであればお知らせいただければ調整したいと思います、どこまでいったかな。 YSW さん、あ、こんばんは、ノットの紹介、ココさんの方から質問をいただいておりますね、ノットに関してはですね、PE2PE もしくは PE2リーダー、ここに関してはね自分 FG ノットをもっぱら使ってますね、もうナブラが立っちゃってそこで切れててっていう時だけ、あの本当はいわゆるノーネーム電車結びの変形版なんですけども使ったりするんですけども、基本的には、FG、組んでいきます。で FG もね、先ほど言った P2P っていう形でいくとですね、それ使う場面はほとんどね、ガイドの中にリーダーを組む場合、これは、ここにメインラインあって、例えば P ラインメイン4から5とか入れますよね、場合によって3とか入れて、でここにですね4ヒロほどの15ね、こんな形でこれキャスティング P、ね、SMP スーパーマックスパワーっていうラインなんです。これ今15です。これがねスペーサーリーダーとしてねここに入れてきます。4ヒロね、ここ FG ですね、でここも FG にして、特にこうロックショアでやる場合はここを2ヒロの、フロロカーボンの、そうですね、だいたいこれの20倍なんで80ないし100、ここら辺をこうメインに入れてくると、いったようなシステムになります。で、ここが PE2PE、ここが PE2 リーダーと
いったノットになるんですけども、でもうちょっとねライトな釣り、いわゆるライトショアジングね、なってくるとメインライン、まあ、マックス P25 ぐらいで、ここを FG ノットにして、で特にねサーフからやる場合なんか魚走られても結構、問題ないような場所だともう一広ですね、これを入れてきます。でガイドにねリーダーを結びをガイドの中に入れていかないという形で、まあ、キャスティング時のトラブルを回避していくのと、あとは飛距離を、稼いでいくという形で、特にね P ライン3545、まあ、45はないかな、35を使っていくようなシーンでジグも6080使っていく場面、飛距離がどうしても欲しいよっていう場合はですね、ねずれ対策よりも飛距離優先するっていう場合は、下のライトショアジギングで使っているような、システムを使うことがもっぱらですね。ちょっと具体的にちょっと今ごめんなさい、僕ハサミがねあれなんでライターでやりますけども、すごいねハサミが、いろんなものがちょっとすいません、ね、とっちらかってしまいましたここがあまりこうだだっ広い部屋によりですね、少し狭い部屋の方が居心地がいいのはこういう理由もあるので手をこう伸ばすと必要なものがあるよというような状況なんですけどね、これリーダーねで行くときにメインライン側を糸を張っちゃうんですね、メインライン側ね、でリーダーをこうメインにからげていくというようなやり方になります、ね、こうして、これが上下で1ターンだとしたら大体11、12ターンぐらい、3、4、5、6、7、8、9、10、11、ここでハーフ1回入れますね、でここを召して、今ちょっと手でやっちゃいますけど、ここをノッターを使ってもう本当に切れる寸前ぐらいまでぐーっと締めると、ぐーっと締めてあげます。ね、基本的には、まあこんな形で結んでいって、あとは、通常通りハーフで編んでいくという形になるんですけども、このねハーフで編んでいく長さはまあ、そこそうですね4、6から8の間ぐらいでこう大体組んでいくんですけども、長さとしてはですね、ここが結びだとするじゃないですか、とここも結びができますよね、で、どっちできる、ハーフでハーフ結び、そうそうそう、メインライン側にこうハーフヒッチしていくんですけども、ここね多少長くてもいいかな、特にこうインガイドガイドに結び入れる場合はね、ここのハーフ位置少し長くと、でガイドを入れない場合はここのハーフが短くしていくんですね、っていうのはここのね結び目がどうしてもバタつくんですね、キャスト時に、でそれを防止するために長いと余計バタつきそうなんだけど、実はね少し長くしてあげるとガイドの通りがすごいいいんですよ、なんでキャスト時のトラブルが多いなって感じたらこのハーフヒッチの長さでコントロールで、結びがもう貫通ガイドをね通っていかないよっていうものに関しては短くても全然問題ない、強度は十分取れますんでね、こんな形でシステム組んでおります。であとは、メイン例えばリーダーをジグにこう結んでいくよと、ね、言った場合、まあ、これ本来は通常であれば
結び先はソリッドリングになるんですけども、いわゆるダブルニットと呼ばれる形ですね。わかるかな、ちょっと細くて申し訳ない。ここ1回入れるじゃないですか。で、同じ方向からもう1回入れます。で、以前ね、ここで1回こう通してたんですけども、最近はね、私このまま閉めちゃいます。ギュ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 と。で、ここで整えてあげて、このままもうね、ハーフに移っていきます。で、この時にこのソリッドの部分が綺麗になるようにね、こう揃えてあげてください。わかるかな、ね、で、これでもうハーフに入っていっちゃう。ハーフ7ね。これも最初は結構肝心です。最初ビシッと締めてあげたら、あとは7割ぐらいの力。でこう組んでいくという形で、分かるかな白だと分かんない、ここだと分かる、こんな感じ。こんな感じです、ね、これをまあソリッドリングに本来はやって、ジグの場合はアシストフックとジグをそこに取り付ける、プラグの場合はそのプラグを、スプリットリングを返して付けるというような結び方でやっております、ね、これでね、こう引っ張りっこして、切れるということは多分ほぼなくて、根掛かりでね、回収するときにこう根掛かりこう回収機でこう取るんですけども、本当にしっかり結べてるとノットのところが開くように、取れると、まあ結びとしてはしっかりできてるかなと。ダメージ途中で受けてるとその結びで切れずにその手前で切れたりします。で、それよりも圧倒的に多いのはどうしてもやっぱり魚に対して根ずれで切れることが多いんでね、そのあたりはやっぱりコントロール、という形になりますんで、慣れるとその上でも簡単にできると思いますので、練習していただければ、ね、いいかなというふうにです。これがね、僕が使っているノットの、紹介になりますね。86東屋さん、湘南でシーバスが釣れませんという形でお声を、いただいています。湘南のシーバスはですね、今ね、ちょうどね、スポーニングの群れと、プリ、まあ、要は産卵前の、群れ、それで産卵に行ってる魚と産卵から帰ってきてる魚がね、入り乱れてるタイミングなんです。ちょっと12月の下旬から1月の上旬にかけてがちょうどそんなシーズンなんですね、この湘南のシーバスに関しては。で、11月中もしくは12月の上旬というのはね、ほとんどがプリ、プリスポン産卵前の個体になるんで、荒食いで割と接岸してる個体がどこそこであるんですけども、今のこの12月下旬というのは実はね、一部の魚が産卵に向かって、一部が、アフタースポーンに戻ってきてるっていう形になるんで、少し魚が散ってる印象はあるんですよね。で、その代わり当てれば産卵前の群れがバカッとこういるスポットが当てられるっていうような、そんな釣りがね、展開されるシーズンになってきます。で、ここね、1ヶ月ぐらいちょっとね、毎晩のように、フィールド見てるんですけども、餌の接岸状況は結構良好ですね。例年通りの推移してまして、あったかい水温の時こうイワシがメインに入るんですけども、水温どんどん下がっていって、まあ、11月ぐらいの声聞いてくるとね、この城が入ってくるんですね。で、この城もね、サイズが結構バラバラで、もう本当にこれ今18センチなんですけども、これよりも全然でかい25センチぐらいの群れが入るエリアと、それから15センチないし13センチとか比較小さいこの城が入るエリアがあったりするんですよ。で、小さいベイト食ってるエリアの方が釣りは釣りやすいのは確か。ただでかいところのこの城の群れでもしっかり魚ついてるといった状況なんですね。で、先日ね、パームスムービーの方で、スプラッシャー、それからジャバミリップレスでカレフのジョインテッドという形で、ご紹介させていただいたんですけども、
波がねあの時の撮影の時少しあって、まあ、なおかつ明るい時間かなりこう、ルアーをちょっと動かしながらっていうような釣り方だったんですけども、本当にこうねペターっとした海、特にこう北が吹いてうねりがないような状況で水面ペターっとなるんですが、その時はね、スプラッシャーの一番最初にご紹介したみたいなあの三角波ですね、引き波、あれをじわっと出していくような釣り方で、特にこう水温が下がってくるとですね、あんまり派手な動きになってくるとこの反応しにくい魚も出てきちゃうんですね。でそういう時攻略していくのはもうごくデッドスローになってきて、場合によってはドリフト近い形になってきます。でこのドリフトっていうのも特に使い分けが難しいところなんですけど、落ち合いが絡んでくるとドリフトが強いんですね。でこれはもう本当に川の流れ込み、湘南で行くと、まあ、大河川、ほとんどの川はあの鮎が絡みます、ね。東の方から行くと片瀬川、境川ですよね、引き地があって相模川で花水があって大きい河川だと佐川という形で、まあ、西湘までこう各河川あるんですけども、そういった流れを、落ち合いが絡むところではドリフトをして釣っていくような場面が結構多くあります。でそれ以外の場面で餌がいるところは割と強く見せて、正規の場合で12月上旬ぐらいまでは強めに見せて食わせるっていうこともあり、でさらに水温が下がってくると川の流れに関係なくかなりデッドスローな動きが効いてくるというような形にもなってきますので、このあたりねちょっと餌の場所、先週のねしけで少し散ったんですよね、餌がね、ガチッと入ってた餌がねパーッと今ね沖にはけちゃったんですね。でところどころ戻りつつあって、いいとこ当てられると今爆釣しているようなそんな状況です。僕もちょっとそれを見つけなきゃいけないなというふうに思ってますけども、でそんな形で今ねシーズンちょうど過渡期になるんです。少し難しいかなと思いますけども、1月も2週目ぐらいになってくると今度アフターの魚がガチッと今度入ってきますんで、まだ楽しめると思いますね。さらに3月の声聞き出すと、いよいよ稚鮎パターンといって少しパターン変わってきますけども、各河川絡みもしくはその近隣にある港、そこにね稚鮎がわっと接岸しますんで、そこを今度絡めた釣りに変わっていくよというシーズンのパターンになってきますので、ね、ぜひ、お試しください。サルソノさん、エボシワ乗れますかということで、初めてそうなんです、エボシワに関してはですね、これ渡船が出ております。茅ヶ崎漁港から出てるんですね。エボシマルっていう船で渡るんですけども、受付窓口は茅ヶ崎漁港にある釣り具屋さん、磯屋さんと、辰巳釣り具さん、この2箇所が窓口をやってますんでね、いただければ、案内をねいただけるかなと思います。で今の時期はねちょうどメジナが盛期入りまして、水温下がってくると上物の方がどんどん増えてきますね。でザクッというとですね、こっちが北でこっち北なんでおかっぱりになって茅ヶ崎漁港があります。でここから船がとっとっとってるんですけども、島のね形状としてはね結構広いんですよ。大きく分けるとこんな感じかな。すごい雑ですこんな感じになるんです。こんなここが割と浅めなんですね、中がね。で、ここら辺にもちょっと根があったり根があったりで、まあ、ここら辺浅くなるんですけども、こっちが沖ですね。でまあ、何狙うかによって、まあ、乗るところ変わるんですけども、意外とね青物でしょ、青物、それから根魚カサゴで、今年はね赤肌がすごい良かったですね。まだ釣れてますね、根魚で基本こっちが砂地なんで、フラット、ね、今の時期だとこんな感じですかね。シーバスですね、荒れるとシーバスなんですけども、でまあ、南側からうねり入ってきてここら辺にこうさらしができる。でここが本島でエボシワのあの特徴的なビヨーと出てるところなんですけども、まあ、ここ一番あの波がある、多少高くても乗せれるエリアで、ここが大平って言って2番目に広い磯なんですね。で青物狙うときはね割とね、この沖向かいが、ここ鯖島っていうんですけども、こっちのこの角度、この辺りが割と深くなって、でここ平磯というのはこっち方面若干浅くなるんですけども、餌さえ追い込めばこっちが面白くなる。で通常の回遊ルートはこっちかなっていう感じになりますんで、日によってね荒れちゃうとねここら辺の島乗れないんですけど、本島とか、大平は乗れるんで、
まあ、ここら辺をちょっと目安に釣っていただければ様々な業種が狙えますんでね、エボシはねちょっとねまた来年にかけても自身、まあ、地元なんですけどもうちょっと攻めてみようかなと思って、いやそれこそね、まあ、今回この180ミリのタックル、ね、あのルアー投げていったんですけど、まあ、ラインこそね、2.5 号かな、一つ、ライトなタックルを落としていったんですけども、まあ、180ミリとか場合によってこう160ミリでジグも、ジガロ60、80メインにね、いろいろ展開してアモがずっと狙うことができるというフィールドです。まあ、当然こう避難民によってね、村はあるんですけども本格的なね、キャスティングゲーム6ショアゲーム楽しむことができる貴重なエリアなんでね、ぜひ皆さん機会あれば楽しんでいただければというふうに思います。ひざこぞうさん、ナイトシーバスは明かりがなくても釣れますか？あ、大丈夫です。あのシーバスはね、明かりなくても問題ありません。あの新月周りでこうガチッと釣っていく。で逆にね、あの満月大潮なんかの時の日の光、あの月の光なんかが逆にこうとちょっと、場合によっては難しくしたり、ただ自身ね今シーズンに関しては割と月あり夜の方が、結果は良かったですけども、あの基本的に光なくても全然いけちゃいます。でことサーフの場合はですね、もう完全に餌付きの魚と地形付きの魚と海遊の3パターンなんですね。で海遊も基本は餌のところに足止めでこう海遊が止まる、その瞬間をバタバタと釣っていく形になるので、まあ、地形と餌っていうのが、まあ1、ね、2つ重要な要素になってきますね。でこれ狙っていくんですけど、本当にね真っ暗なんかペタッとした中でねスプラッシャーなんか投げてるとバコンって出て、もういきなりエラーライアンでトップのゲームなんでね、かかった瞬間合わせてバサ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 ってこう沖の方で見えるんですけども、これはまだ興奮のゲームでございますんでね、非常に面白い、ぜひ皆さんも一度、トライしてみてください。もうね自分の周りでもメーターオーバー出てますんで、私はメーター取っておりませんが本当にね夢がある、みんなにチャンスがあるんで、あのそういう意味では本当にね、あの追っかけてずっと集中できますよ、ね。ことねスプラッシャーに関しても抜群の飛距離が出るんで、たとえばこう名元がね10メーター20メーター先荒れちゃってもその先が打てるんですよ。でそこも荒れちゃうとさすがにトップ厳しくなっちゃうんだけど、ある程度こういろんなコンディションでもスプラッシャーの場合打てますんでね、投げてるだけ気持ちよかったりしますんでね、気がつくとはあの変な時間に投稿してるのがあると思うんですけど2時とか3時になっちゃうんで、ぜひ皆様も、寒くない格好をしてですね、お出かけいただければと思います。ちなみにね、地合いはねそれぞれの潮止まり、例えば下げ止まり上げ止まり、その前あたりが、かなり調子よく反応してくるかと思いますのでね、潮見表を見ながらそんなタイミングを打っていくのもいいかなというふうに思います。ショア釣り好きさんこんばんは、ありがとうございます。ロザリオさんこんばんは、間に合ってよかったです、ね。あの今までねライブ配信、させていただいたんですけどもね、あのお仕事とかであのなかなかこのライブであの見れないよという方もコメントいただいてたんですけどもね、今年末で、まあ、場合によってはねお仕事されてる方ももちろんいらっしゃるとは思うんですけどもね、いつもご覧いただけなかった方も少しご覧いただけるタイミングになったかなという形でね、ありがとうございます。マミさん、長い方が嬉しいです、ありがとうございます。ちょっとねいつもねこれね、あの本当は1時間ぐらいにしようねっていう話をいつもあのスタジオの人間と話しながらやるんですけど、気がつくと2時間ぐらいやってしまって、ね、申し訳ない、あの時間お尻はないんで、あのあの電気が続く限りやりましょう。昭和釣り好きさん、ありがとうございます。昭和ジギングの障害部分103H プラスステラを SW の 4500XG 買いましたということで、いいですねこれね、ぜひ楽しんでくださいね、ありがとうございますね。あの 103H プラスはモトライトショアジギングっていうカテゴリーの中では中核になる機種になりますんでね、まあ幅広いフィールド、まあ、場合によってはね 20g 使うよという結構スーパーライトに近いジャンルから 60g を超えてくるようなところの釣りもねカバーできる1本になりますんで、それこそシーズン通して使える1本になります。ぜひ楽しんでください。で冬とはいえまだ魚がいるところにいます。で遠州なんかすごい暑いですもんね今ね、本当にね、ぜひぜひ楽しんでいただければと思います。地合警察
スリブローブさんでよろしかったでしょうか。こんばんは。今年はスローブラッドキャストで4をさせてもらいましたという形です。ショアスローありがとうございますね。先ほどあったこちらのエボシワでも僕ショアスローをちょっとやってきたんですけども、多彩な魚、魚種はメタルバスターを見てください。まあ、いろんなゲストが釣れる釣りになりますんでね。スローブラッドキャスト、まあ、ショアスローですね。本当にね、多彩な魚釣れますんでね、これからも楽しんでください。自身来シーズンもね、また湖解禁、まあ、近場に芦ノ湖という三条湖があるんですけども、まあ、そちらが解禁になったらまた、レイクトラウト、こちらも含めて、ショアスローの釣り楽しんでいきたいと思いますんでね、また、楽しんでいきましょう。こちらすいません、ちょっと読み方間違えたらごめんなさいね。セルトちゃんでよかったですかね。ニューサフスタ J カスタム、喋れるところまででいいので概要種類など教えてくださいと。なるほどなるほど。ライトショーがジーギングタックルもいいなという形なんですけども、そうですね、前回前々回までのメタルバスターですかね、こちらの方で使用してたメインロッドがサフスタの J カスタムという形で、まあ、こちらが、まあ、メイドインジャパン、全て日本製という形で、特にロックショアに向けたモデルという形で今開発を進めております。でラインナップに関してはね、今頭の中で構想しているのは、3種類ないしは4種類という形で進めております。でご覧いただいたメタルバスターに出てたロッドに関しては96のトリプル XH ですね。で、まあ、パワージャックカスタムというサブネームを与えております。でこちらがね、パワークラスとしてトリプル XH のクラスで96という長さになって、まあ、特にねこうショアジギングですね、 100g から上の、ジグをメインにこう使っていくような形にした時に、9フィート6インチにすることによってそのジャグが非常に楽になるという形を一つ一点取りまして、でハンドルグリップのレングス等もね、調整しまして、まあ、フォアグリップの長さを比較的ちょっと伸ばして、でかつですね、バットセクションのガイドの位置等も調整しました。で、まあ、サウンドアクションとしては割とレギュラー寄りではあるんですけども、しっかりこう尺できながらも軽快に操れるといったところのパワークラスを感じさせない、しゃくり心地なんですね。まあ、それで結構粘りがあるよっていうところをこう、まあ、2つ結構背反するような要素なんですけど、まあ、そこをいかに融合させようかという形で、まあ、限界強度も上げていくっていうことが一つこの J カスタムにちょっと求めた性能であります。で現状、ね、各種フィードテスト、それから魚とのファイト等々これからも、ね、ご紹介していけるタイミングでこうパムスムービーで、ご覧いただけるかとも思うんですけども、圧倒的にまあ主導権与えずにね、ロックショアで魚でかいのを取っていこうというコンセプトのシリーズになります。ね、そんな形でね、来シーズンには、春まさに間に合う一本という形で今考えておりますので、ね、ぜひご期待いただければと思います。その他のね、ラインナップに関してはまた順次のご案内というふうになりますが、まあ、こちら今手元にある、ね、こういった、プラグですね、このグランバイツというシリーズ充実していくに伴ってね、こういった、プラグにね、使いやすいロッド、これもね J カスタムでラインナップする予定で今、動いておりますね。これは楽しいもうね、これぞというところをね煮詰めて今ね進めておりますので、ぜひ期待し、ご期待いただければというふうに思っております。山田さん初めてのご参加ありがとうございます。高野さんこんばんは、こんばんは、ね、パパさんこんばんはです。今仕事が終わりましたという形でね、お疲れ様でございましたね、間に合ってよかったです。ロザリオさん103の XH ショアガンどこにも売ってないという形なんですけど、すいません、あの歌手いろいろ、生産をかけているんですけども、ありがたいことにね、ちょっと一部間に合わないモデル等々出ておりますけども、生産の方はね、順次しておりますので、またちょっとお待ちいただければというふうに思います。ショア釣り好きさん、サワラしか釣れません。サワラだと69センチが釣れました。他の青物を狙うレンジジャークが違った方がいいですかということですね。あのね、サワラに関して言うと、そうですね、これはね
まあサワラと混じるとすると、そうですね、ブリが混じることが割と多いかなというところなんですけども、例えばね、釣り分けっていうところで見るとね、水深で見るとサワラが割とこう、まあ、どちらに多いっていうとサワラのレンジは上になることが多いですね。で、例えばイナダも餌がさえいれば上に浮くんですけども、そこのレンジもチェックするといいことがあるのが、こっちがどちらかというとブリ系の魚にあるレンジ。もちろんね、サワラがボトムにベタッと張ることもあればブリが上にジャバジャバ出ることもあるのは、まあ、ご存知の通りなんですけども、傾向としてはこんな感じになります。なんでサワラがね、バンバン釣れるよっていうような時は割とこう上ばっかり攻めてる時に多くて、その一つ下を一枚狙うとブリ系がこう出てくることがあるっていうのが一つ、それからですね、まあ、ブリの中でも例えばですね、サイズが30センチのものが泳いでるところに50センチのが一緒に泳いでくると、大体でかい魚っていうのは小さい魚の一つ下にいることが多いんですね。例えばここは水深10メーターだとして、5メーターより上を釣ってくるとサワラだったりとか、もしくは小さい青物になっちゃうときに、大きいのを狙おうと思ったら下を狙っていくとサイズが上がってきたりもしますんで、そういう意味ではレンジっていう面ではこういったのをちょっと意識していただけると、結果に結びつくことが多いですね。で、まあ、あくまでこれ傾向としてのお話になるんですけども、サワラはね、こと、サゴシから、サゴシサイズ30、40から始まって、おちゃっぴーな性格なんですね、小さいと特に。で、彼らはね、目立つものに対して果敢に、結構アクションし、アタックしてくることが多いんですね。なんで例えばあえてサゴシを狙うときは水面を走らせたりもします。パパ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 パッ、ね、シュワスローなんかでやるときもあえて大きく挙動させてふっと落として食わせたりもするんですね。で、そういう意味では割と強め早めで派手っていうのが、サワラ向きで、その中からじゃあブリ系の魚を釣っていこうと思ったら、アクションは綺麗なワンピッチで誘っていくんですね。バーン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 、ブリに関してはこの綺麗なイーブンピッチのしゃくりっていうのがすごい効いてくることが多い。で、そういう釣り分けが、アクションとしては可能になります。で、あとはね、どうかな、フック、狙い方としてはこのレンジとアクションですか ね、なかなかね、もうそういった混じりの状況というのはもう餌が入って結構高活性ないい状況なんで、今までやってなかったレンジを釣る、もしくは今まで誘ってなかった誘い方にする、これがね、魚種を変えていく一つのヒントになるかと思いますので、ぜひお試しいただければと思います。スミッチ K さん、こんばんは。障害ブログ992の SSO、 あ、ごめんなさい、今ちょっと飛んでしまいました、ごめんなさい。992SS ショアソロスペシャルの購入考えています。3000番のハイギアの理由大丈夫でしょうかと。3000番のハイギアでも対応は可能です。で、自分99に使っているときは、シマノのリールの番でいくと4000番の XG1 番エクストラハイギア、ゲヘの高いモデルを使ってますけども、992での3000番、自身が3000番のハイギアを使うと991とか990っていう番で使うときに割と3000番使うんですけども、十分、お使いいただくことは可能です。自分が逆にこうエクストラハイギアとかを使う理由はですね、1回転するときに例えば1メートル巻けるものと80センチ巻けるものの場合、1メートル巻けるものの方が仮に30センチしか動かしたくないときでもコントロールはできるということで、そのキャパシティが広いっていうことを取っての4000の XG だったりしますので、3000番仮に、ね、上限が20センチ低かったとしても、そこをマキシマムで使うっていうのは実はあまり少なくて、だいたいハーフのピッチだったりとか、もしくは3分の1とかっていうのをこう織り交ぜて使うことが多いんで、3000番でもゲームの方はできますんで、ぜひ、ね、99に3000番組み合わせて、ショアスロー、トライいただければと思います。魚楽湾さんでよかったでしょうか。こんばんは。昨年今年と茅ヶ崎の西山でヒラメが釣れないのは僕だけでしょうかということで、3年前よく釣れたのが、なるほど、オリンピックみたいに、周期があるということ、どうですかということなんですけども、ヒラメに関してはね、それほどこうなんていうのかな、
周期っていうのは感じたことが実はあまりないですね。どちらかというとこうオリンピックの魚だと北はサクラマスが割と周期を感じたり、あとはどうですかね、周期的に感じるのは、まあ、青物の回遊もどちらかというとこう潮に影響されることがあるんで、この海域でいうと、大きくこうオリンピックイヤーの魚だねっていうのがそんなに少ないかなとは思うんですね。でどちらかというと、ベイト、それからそうですね、結構今 1,2 年見てるとだいぶ、まあ、かなりローカルな話になっても、見てる方は分かんない方もいらっしゃるかもしれないですけど、西浜プレッシャーがすごい上がりましたよね。おそらくそれも影響してるかなという気はします。で魚自体は入ってるんだけど明るい時間のプレッシャーが高くて、実は食ってくる時間が本当にガラッとずれてたりすることもあるんですよ。でちなみに僕が知ってる限り、この湘南から西湘にかけての最大魚ってもうメーターを超えてるヒラメを記録を、その当時も20年近く前なんですけども行った時、実は真夜中だったりするんです。でそういう魚がそういうプレッシャーを嫌って時間帯をずらしている可能性もあるかなというのが、なんか釣っててね感じるところではありますね。結構ね地形は良かったですよ。西浜の方も、ね、しっかり、メリハリが今ついてるところです。YSW さん、トリプル XH14000 の XG と1万ピージのどちらがいいですかということですね。自身はですねトリプル XH 使うときは、まあ一つ前の方の、ステラーでいうとボディ共通にしといてスプール替えっていう使い方をしております。で14000の XG で XG の、ギア比を使うときはですね、こと14000番のスプールを乗せていくときはこの巻き取り量はどちらかというとこういった、ドポータープラグ使った時の釣りのメインにした時に14000スプール XG ボディを使うことがもっぱらですね。まあ、要はまあジャーク入れてってその糸ふけを回収するという形でね。でもちろんかけてから、魚寄せてくるっていうスピードも速いんで、まあこういったトップウォータープラグ使う時にはかなりメリットがあると。で問題はですね、実はリールのギア比とスプール系考える時、まあ、これはね基本的に1回リーリングあたりの巻き取り量に関係するんです。ジギングをするとき、ショアジギングをするときにこの巻き取り量をちょっと調整しないとリズムが崩れちゃう、ということなんですね。なんで自身が、この1万番前後のボディ、まあ、1万体温ボディを使う場合はですね、トップ用に1万4000の、スプールで、そこで XC のボディを使ってショアジギングやろうと思ったら8000のスプール入れていくんですね。ここはバランスなんですね、私のジャークに関しては、ね、これは人それぞれ、異なってきます。ジャークのピッチのスライドの大きさであったりとか速さで、全くノーテンションでこうアクションさせたいときは当然速いギア比で全然 OK なんですけども、その中にこういかにラインスラックを作りながら、ね、ジグをスライドを飛ばしていくかっていうようなコントロールをするときは、ギア比を若干落としてあげた方が、しっかりリズムを作れたりもしますんで、これね、トップの場合は 14000XG OK、シュアジギに関しては少し、スプール系だったりギア比を見直してあげるとよりしゃくりやすくなるかと思います。質問がわからないものごめんなさい、飛ばしてもらいます。こちらが、ヤシチさんでよろしかったでしょうか。こんばんは、メタルバスターでございます後ほどメタルバスターのちょっと SNS でご紹介したがこんなステッカー の, 応募方法なんかもご紹介したいと思います。ちょっと数に限りがあるんですけども、ささやかながらお礼という形でね、できればなと思っておりますので、ぜひ最後の方でご紹介しますので、お楽しみにしていただければと思います。松原亮さんこんばんは、今日誕生日だったのかな、おめでとうございます、ね、あそうそうそう、フィールドモニターやっていただいているアングラーの方でね、今年沖縄の富山さんお子様誕生しまして、ねおめでとうございますね、もう
生まれたてなんですけども、早速もう釣りボーイですかね英才教育始まってるのかなお父さん釣り好きですからね子育て奮闘しながら、しっかり釣り行ってという形でね、写真の方も撮っていただいてるんですけど、ここはね、誕生おめでとうございます、ね山田さん、たくみさんですね。今年昭和ジギング始めました。大阪神戸の沖手で釣りをしています。ダックススメイトの340、360を揃えたいのですが、ジガロシリーズを揃えた方がいいですか、と。初心者なので安物ですが、ロッドは20、60枚タウしていますという形でご質問をいただいております。こちらですね、ちょっとね、60グラムっていうウェイトが今いろんなジグのモデルと絡んでるんで、ちょっと混乱をさせてしまって申し訳ないというところなんですけども、ジグの、じゃあこれをどうしようか、スーパースライド、ジガロスーパースライドで、QR ノーマル、ジガロで、ジガロのマッシブで、スメルトがあって、ダックスあるんですね。で、なんとなくちょっとイメージで書いてくるとこんな感じになるんですけども、これね、上からね、ロッドワークを入れてジグをこうサンタッタッターとこう飛ばしていく時の、大きさ順でいくとこんな感じになります。スーパースライドはかなり、もうスライドだけに結構特化したような形でデザインしているジグで、QR に関してはまあ結構、繊細なアクションから大きなアクションまで対応していくっていう形で、ここの2つが G ライトメタル使って、比重の軽い金属使ってるモデルですね。で、ノーマルのジガロがあって、マッシブで、ここまでが、いわゆる、ジガロファミリー4種類ですね。で、ジガロファミリーの特徴としてはですね、まあ、マッシブも含めてなんですけども、ロッドワーク入れた時にジグがスカッだったったとこうスライドしていく、ね、滑走していくことを狙って、その中でその滑走の幅をコントロール、もしくは逆風時、潮が速い時でもしっかり落とせるマッシブっていうのをラインナップしてます。で、このスメルトだったりダックスっていうのはアクションの大きさでいうとジガロシリーズの一つ抑えめのアクションになりますね。でダックスはどちらかというとこの全シリーズの中含めても割と小さめのアクションになります。アクション自体はね。で、ここがまあライトショアジギングで使うところのメインのジグとしてまあ自身使ってるんですけども、今期ですね、2020年、全てのもので 60g ができたもので、いわゆるライトショアジギングのカテゴリーもこの 60g っていうのが一つね、選択肢として増えてきたという形になります。で、ことね、60までのライトショアジギングでブリを狙っていくよというシーズンに関してはスメートとダックスの2種類あると結構カバーはできるんですね。ただですね、場合によってスライドを入れていった方が魚の反応がいいよっていう状況も当然あって、でこうなってくるとこのジガロファミリーの中の 60g の出番っていうのが実は、あったりもするんですね。で、これ餌のサイズにもよるんですけども、特に上2つのこの G ライトメタルを使ったジガのスーパースローだったら QR、 ここら辺はね、シルエットもかなり大きくできます。なんで例えば 60g を入れてコンパクトなシルエットよりはベイトサイズが比較的でかいっていった場合には G ライトのこの2種類中から、入れたりね、特にこの白 V なんかの場合は小さいジグの場合よりはでかく見せちゃった方が良かったりもします、ね。そういった形で状況に、まあ、当然左右されるんですけども、そういった特徴を使い分けると、1本、ね、ジガローファミリー入れとくと、このスメルトダックスで攻略できない魚も、釣ることができたり、というシーンもありますので、ぜひ、ね、それぞれの特徴をちょっと説明させてもらってる動画だと、何があったかな、鹿児島で10キロウリっていうのを釣ってるシーンのところで、あの時まだスーパースライド出てないんですけど、この3つに関しての説明させていただいてるもの、もしくはオーストラリアのジギングかな、平政狙い、それはねスーパースライドも含めて説明しているものもございます。ぜひね、そちらもちょっとチェックしていただいて、それぞれのモデルの特徴を引き出すことによって、まあ、攻略の幅は広がってくると思いますんでね、ぜひトライしてみてください、ね。あ、
おでこさんありがとうございます、ね、タックルを揃えていきたいと思いますということなんで、ぜひね、楽しんでいただければと思います。膝小僧さん、芝生福袋を買いましたということでありがとうございます、年末パームスのオンラインショップで今あの福袋をね、発売させていただきまして、シーバスの福袋、ロッド付きのとルアーだけど、もしくはメバルのルアーというところが今あのおかげさまで、ちょっと品切れ、売り切れという形でね、あのご好評いただいて、あの大勢の方に、お買い求めいただきましてありがとうございます、ね、今ね、冬の太刀魚セットという形で、まあ、メタルウィッチクエストアルバの632633、これセットと、あとジガロの、ジガロじゃない、ヘキサーのサーベル、ね、これとジグホルダーのセットになった福袋はね、こちらまだ若干余裕があるようなんでね、ぜひこれから太刀魚を始めてみたいよという方ね、いらっしゃいましたら、そちらもチェックいただければと思います。思いっきり宣伝してしまいましたけど、ココさんありがとうございますということで、ね、ぜひぜひ、チャレンジしてみてください。りょうですさん、沼さんこんばんはということで、こんばんはね、たまにしか釣りに行けずキャストが安定しません、コツを、ご教授くださいということなんで、コツはね、まずですね、こう竿を持つじゃないですか。で、竿を持って、まあ、基本これ1本もう竿だと思ってください。ちょっと短く今画面の中で入るようにしてますけども、ここをパッと、ね、リールシートのところね、ティップセクションあるじゃないですか。で、安定しないっていう時、まあ、飛距離が例えば、ジグ投げてて 80m の時もあれば 100m の時もあれば 110m の時もあるよっていうような、この安定しない時っていうのはですね、竿でいうとですね、ティップセクション一番柔らかいとこ、パワーが一番少ない、ベリーのセクション中ぐらいで、バットセクションが一番こうパワーが乗るんですけども、あのことね、ジグっていうのは投影面積がすごい小さいんで、初速はいくら上げても問題ないんですよ。プラグの場合初速上げちゃうと空気抵抗ばかり上がっちゃって飛ばない時もあるんですけども、ジグに関して言うとこの初速をいかに上げるかというのが一つ肝になってきます。で、そうなった時に使うところはね、実はここのバットをいかに引き出すかなんですね。で、このバットを引き出すためのキャストのコツっていうのが、ありまして、こう垂らしをですね、今までもしですね、ティップセクションから例えばこの辺りに垂らしを持ってきてたらですね、ちょっと伸ばしてみてください、ね、下の方まで。最初からね、あの長く取りすぎると難しくなっちゃうんで、まあ、例えばバットガイドからリールシートの間ぐらいにこうジグないしルアー持ってくるんですね。で、これからペンデュラムキャストに移るんですけども、これの意味するところはですね、ジグが、まあ、垂らしが上の方にあると投げた時に効いてくるセクションというのが上だけになっちゃうんですよ。ここだけになっちゃう。で、そうすると当然ここパワーが少ないんで飛距離はそんな出ないですね。で、加えてあんまり重いジグだったりルアーを投げすぎてティップだけで投げちゃうとここはダメージ食っちゃうんで、もうここを曲げる意味合いで垂らしをまず長く取るというのが一つで、投げる時にですね、ペンデュラムこう後ろに振り子のようにやるんですけども、最初からね振り子をして投げると難しい、あのタイミングが取りづらいんですよ。で、最初もし練習するときあったらですね、一度ねこの角度で止めちゃうんですね。自分がこっち海、こっちが岸だとしてあっちに投げるよって言ったときに、この角度で一回止めちゃう、45度ぐらいで保持して、で、まっすぐタラーンと今ここにね、ジグルアーがある状況で、この状況を目で確認してから一呼吸プッとこう押すんですよ、後ろに斜めに突き刺す、竿の角度のまま突き刺してトントン、ね、ここでまっすぐ垂れてるのを見てトントン、このリズムで投げる練習をまずしてみてください。で、そうするとこのトンの時にルアーが後ろに行くんですよね。で、だいたいこのトントンのリズムで一番いいところにルアーが行ってキャストモーションに移れます。で、そうすると当然ここに乗ってくる、キャストの時間が稼げるということになりますので、ぜひね、トライしてみてください。肝はね、なんていうのかな、キャストモーションをこう早くしちゃうとパワーがちょっとごめんね、温度下げて、ルア、パワーがロッドに乗る前に
放出するエネルギーになっちゃうんですよ。なんでいかにじわ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 っと長い時間、ほんとコンマ何秒でもいいんで竿に、パワーを、ね、負荷をこう乗せるかっていう、そこが肝なんですね。特にこう遠くに飛ばそうと思ったらですね。でそのためには垂らしが長い方が有効です。で次に練習するのは、真後ろに行ってたジグを今度自分の右投げの、私右投げなんですけど、右投げの場合は左の方の体にこうルアーをこう巻き込んじゃう感じ、それ止めちゃっていい、わかる。こう普段はパンパンからまず練習入ります。真後ろピューピューで次に後ろにこう回していくんです。そうすると自然とね、体の今度ねひねりが使えるようになります。トーン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 と。でそうなるとよりこのキャストでリリースまでの時間が少し長く取れるんですよ。そうするとその時間が長くなる分だけ、どん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 こう曲がりは落ちてきますんで、下にねパワーの強いところが使えるという形になりますんでね、それが一つコツになりますんで、ぜひお試しください。すいませんちょっと今ねスタジオが、熱々になってしまいましてピーピーって聞こえたらちょっとエアコン消していただきました、ね、皆さんちょっと汗かきましたね。すごいいっぱいメッセージいただいて、これ2時間で済むんでしょうかありがとうございます皆さん、ね、どこまで行ったかな。あ、ありました、ね、こちらラスカルトリフィーさんでよろしかったでしょうか。配信楽しみしてましたということでありがとうございます、ね、ショアガンの 106XXH103 のトリプル X1 ご購入ありがとうございます、ね、70g 程度のトップウォータープレグを操作するには、106の方がいいでしょうかという。そうですね、70g 前後だと106の方がいいですっていうのはね、103のトリプル XH で70前後のルアー操作するときって慎重にやるとですね、全然操作できるんですけど、ことね、トップウォータープラグの場合で、まあ、中でもこういったポッパーと違って大ペンの場合はですね、いかにこうエラーを少なくして水かみさせるかっていうのが結構コツになってきます。でそのエラーを強い竿でやるとですね、割とエラーしやすいんですよね。水に絡む前に竿がパンと水を切っちゃって、ルアーが水の中にこう入る前に抜けちゃう、で結果としてエラーしちゃうっていうことがあるんですよ、そういうのを含めていくとですね、だいたい今106の XXH でマックスパワー 120g、 103のトリプルでマックス150と書いてありますけど、その7割くらいのところがプラグのメインになってくると考えると、70前後で考えると、106の XXH の方が、より合ってくるという形になります、ね。ポッパーなんか使ってくる場合はね、割と強い差を使ってダンダンダンと水かませるっていうのを一つできるんですけども、ことねダイビングペンシルなんかに関して言うと、7割前後のパワーっていうところが一つね目安になりますんで、106の XXH こちらの方が、ね、使いやすいかと思います。で3インチ長い分ねティップが入りやすいんですよ。でこれも実はちょっとプラグに対して結構有効になってきます、ね、短い竿と長い竿で比べた場合にちょっとでも長い方がエラーが少ない、水に絡みやすいんです、ね、ちょっとそんなところもありますんでね、トップウォータープラグ 70g っていう形で釣る場合は、106の方がいいかなというふうに思いますね。YSW さん、ピンウィールの最初の1本が7ナイルが良いですかということですね、こちらねピンウィールに関して言いますと、ターゲットを何にしようかという形で、選んでいただくのが一番いいのかなというふうに思います。で、まあ、ラインナップでね今回のピンウィールのシリーズから釣り方をメインにこうラインナップを組み立てていったんですね。で、まあ、56あって596369があって768677775、失礼、何
なこう、こんな形でラインナップがあるんですけども、例えばですね、もうアジングジグタンメインで、もういかにこう当たりを取っていくってなるとですね、例えばここら辺のモデルが、割と、まあ、ソリッドチューブラの差はあるんですけども、そういった釣りに適してきます、ね。でまあ、その中で例えば足場が高いよってなってくると比較的長めのモデルだったりっていうのが、重宝するんですけども、このね76と86に関して言うとこれ、かなりティップが繊細です。フレックスティップですね、柔らかい。でここはねどちらかというと薪の釣りに適してくれますね、プラグジグターン含めて巻いてくるものに関してこう乗せていくような感じですね。乗せ調子ですね。こっちがね、ここは掛け調子ですね。で、77に関してはどんな調子かというとですね、イメージとしてはこの乗せ調子のティップセクションを持ってきてパッドパワーをアップしてるような状態、これがね77の L っていうモデルになるんですね。じゃあこれの狙うところどんな釣りっていうと、小さいルアーを使って比較的でかい魚を狙いたい、でそんなシチュエーションになってくるのがこのモデルなんですよ。じゃあ75の L プラスってどんなのっていうと、ティップからバットまで比較的、どっちもパワーがある感じ、ね、両方パワー持ってる。じゃあ このモデルが合うのは何っていうと、例えばボトムをこう感知しながらですね、ルアーを操作してくるような釣り、まあ、カサゴ狙いであったりとかハードルアー使ってもボトムノックで旗を狙ってくるようなシーンだと、この75年のティップパワーが効いてきます、ね。ティップのパワーがあると根がかりしそうになってもピッピッとこう外せるんですね。黒台狙いなんかにも結構使いやすい、ね。まあ、そういう意味では、割とこうボトムイメージの釣りが強いのが 75L プラス、ね。こちら巻きの釣りの大物ですね。大型狙い、こんな形でラインナップしてますんで、まあ釣り方という形でジグターンでアジメインに釣りたいよといったらここら辺がフィット、ね。まあ、漁港ないし小磯なんかでメバル狙いたいときは76でもゴロタ磯場でライトゲームやるときは86で、先ほど言ったみたいに小さいルアーを使いながらビットアーツとかを使いながら、場合によってはねハタだったりとかマダイだったりクロダイの、まあ、スイマで狙うクロダイだったりシーバスみたいなのまで対応しちゃいたいなって言ったら77の L、 そしてまあボトムメインに、釣っていきたいなと思ったら75の L プラスというようなラインナップになりますんで、そういう意味ではターゲットが割とこうパクッとちょっと大きい魚もいるな、このフィールド限定しないでいろんな魚釣りたいなと思ったら77の L おすすめの一本になります ね、こういった形で、ちょっとね選ぶ際の参考にしていただければというふうに思います。ちょっとだけ汗を拭かせていただいてよろしいでしょうか。じゃあこちらの絵をご覧いただきまして さあお待たせいたしました、ね。ピンウィールはね、あちなみに12月の31日までね、ピンウィール使った注目チャレンジ、ただいままだ開催中ですよ。で、すでにね、10目いった方もいらっしゃれば、すでに20目目に向かってエクストララウンドを楽しまれている方もいらっしゃいます、ね。ぜひちょっとお正月休み身近に楽しめるライトゲームになりますんでね、ビットアーツを使っての注目チャレンジ、まだまだ開催中でございますんで、ぜひ楽しんでください、ね。さあ、こちらですね、あ、こちら屋敷さんでよかったでしょうか、福島のロックフィッシュ14メイン漁港でやるならショアガンのシリーズの番手ロックフィッシュ14グラムメイン、なるほど、そうですね、ショアガンでいくと14グラムだとそうですね、漁港ということを考えてもそんなに長いモデルよりは多少短い方が扱いがいいかなというのはありますね。で、まあ、2B スロットの中でいったら、その点でいくと96の ML、この辺りが、フィッ
パワー的にはヒットしてくるかなというふうには思います。で曲をメインの昭和ガンシー、そうですね、あとはパックロードの中に8フィートクラスのモデルもあるんですけども、こちらのどちらかかなというところですかね、うん、10フィートになるとちょっと漁港の中だとちょっと取り回し的に長すぎるかなという形になります。でちなみに、昭和ガンシリーズってまずに何も例えば BL とか FL ってつかないモデル、96ML とか 96M っていうのはですね、まあ、オリジナルベンドという形でどちらかというとこうフッと入ってくるティップ、これに追従していくベンディングっていう形で非常にこうスムーズな曲がりが特徴になりまして、まあ、シーバスからね、始まって結構多彩なターゲットが狙える、アクションになってます。ただそのティップセクションの柔らかさが逆に今度ボトムをこついていくような釣りになってくると、先ほど言ったみたいに根がかりを回避するっていうのが若干苦手になるんで、横の釣りですね、例えば黒添えが浮いてるよっていうところを巻きの釣りで釣ってくるよと、いったような場合だったりとか、にはかなりこう適してくるアクションに、なってくるという形になります。ちょっとご参考までね。イングリッシュサブタイトルという形ですいません、こちら年明けにねちょっとまた、イングリッシュバージョンを予定しております。We will broadcast the Palms live in New Year's January. Please check our SNS, Palms Global site. Please check. Thank you. おでこさん、沼田さんのノットの組み方、前のライブでも早いし正確、あ、職人みたいです。そうですね。あの場合によってですね、オフショア出るときなんかはですね。あのかなりの量をこう、組んでおりましてそう、家でやってる作業の半分はノットを作ってるという形でね、もしかしたら家のものは私の仕事はあの仕事って言いながらいつも糸組んでるけど大丈夫かなって多分ちょっと不安がってるかもしれないですけどねあのノットはね本当組むだけ上手になりますんでね、やって、いただければと。昭和釣月さん、福岡で新宮民、あ、なるほど、いやこれは福間漁港、福間ですか、新宮民、新宮はあれですね、あの愛の島行くところの船が出る港ですよね。そしたら新宮周辺も結構いいですよね。あの港はね、なんかアジの雰囲気すごいバリバリあるし、ちょっと外れるとこうヒラマサが回遊するジーソがあったり、ちょっと右側行くとねヒラメだったりシーバスだったりの浜があるっていう、非常にいいなというところでですね、あの私新宮、ちょこちょこ行かせていただきまして、またちょっとね、機会があれば伺いたいなと思っております。ね、楽しいエリアですよね。課長風月さんこんばんは。昭和釣り好きさん、水深浅い 40g メインが、あ、なるほど、先ほどいただいた質問の続きになりますでしょうか。ちょっと待ってくださいね。あ、サワラでね、なるほどなるほど、サワラしか釣れないよっていう中で、まあ、青物を狙っていくときの水深が浅いんですけど40メインでいいですかと。そうですね、あの最初はね 40g って結構重宝するウェイトです。飛距離とアクションするときの負荷のかかり方とか、のバランスが非常にいいのは 40g かなと思います。で実はね 60g とかどんどん重い方が当然飛距離もあるし、メリットもあるんですけども、しゃくっていく時のね、あのやっぱ疲労がどうしても溜まりやすくなるんで繊細な操作っていうのがしにくくなっちゃうんですよね。でそういう面でいくと、飛距離とアクションをしやすいっていうそのバランスを兼ね備えるといった面での 40g って非常に使い勝手がいいです。で場合によってはですね、特に浅いエリアであればサイズがまあ極端に大きい魚じゃなければですね、 30g、20g っていうのもちょっと持っていかれた方がいいかもわかんないです。それこそ、ね、あの今海域にもよるんですけども、シラスっていうのは結構通年ね、秋産卵群とあと春産卵群があるんで割と通年シラスって食われやすい、
餌なんですけども、本当小型ベイト食っちゃってるとですね、シルエット見ることが結構ありますんで、まあ、そういう面で見ると、まあ、軽い方で行くんであれば、40メインにして30、20を1個ずつ受けていくとかっていう形でちょっと状況に対応していくという形でね、結構さまざまなシチュエーションに、対応することが可能かというふうに思います。ビルファンさん、はい、ハルガイズ、はい、ハウ、ね、チャンネルターボーさん、オショアでノッコミマダイを、狙うのに SLJ ロッドよりも繊細なロッドがないかと探してやったピンの、ああなるほど、77の L、使い方としては 10g から 20g のジグを軽くキャスティングしてスローホールで狙います。はははロッドの特性や適性があればという形ですね。なるほど、オショア、ま、あこれね、10g から 20g のジグを軽くキャストしてのスローホールで狙うと、確かに先ほど、ご説明差し上げた通りですね、77の L はまさに船上での使い勝手は8ビート超えてくるとちょっと船だと長いなということで、まずここがなくなってくる。でさすがに5フィートクラスは短すぎてここもない。ただここはどちらかというと繊細にこう感じ取って、パワーもかなり UL なのでローパワーになってくるので、まあ、ここもちょっとルア自体が背負えないという形でなくなってくると、で今 10g 対応はここがマックス10、ここがマックス 14g になりますので、このどちらかという形になりますね。で、先ほど言ったみたいに繊細なティップを求めるのであれば77の L になりますので、ピンウィルの中では、ここ、まあ、アンダーキャストだったら、まあ、一応マックス10ですけども20まではいけるかなという意味では繊細な釣りが可能な竿になってきます。でもう一つね、可能性として今お話を伺う中であるとすれば、メタルウィッチクエスト、これメタルウィッチアルファじゃなくて、クエストの方の、こちらバーチカルコンタクトですね、 VC シリーズ、これがね、711712、ごめんなさいね、嘘ついてたら嫌ですからね、しっかり言ってきます。ね、あのバーチカルコンタクトロッドが4機種ラインナップの中に、ありまして、711733734で、こっちがスピニング、スピニング、ベイトキャスティング、ベイトキャスティングで、これがパワークラス1番、2番、3番、4番で、バーチカルコンタクトで行った場合の、マキシマムウェイトで行くと、ここは30、42の、50、75という形でマックス、ルアウェイトになります。で、おそらく10、20、繊細に操ってフォールを取っていくってなると、このメタルウィッチの711、これが結構フィットしてくるんじゃないかなっていう気はしますね、今お話伺っているので。もちろんあの先ほどのメタル、ピンウィールだとより繊細な釣りで、もうちょっと安心感取ってくるとここら辺が多分的な気がします。ちょっとご参考までにね。さあ、ウロアニさん、こんばんは、湘南ソンタのサーフで釣りするとき何を基準にポイントを選んでますか、こちらね、湘南もしくはサーフで釣りするときはですね、全くもう初めて行くようなサーフの場合はまず地形ですね。で、そして、潮を見ます。潮っていうのは、水面に出てくる変化なんですけど、潮目探します。で、その地形を探していくとともに、その潮の流れっていうのがあればですね、ずっとそこを狙っていくんですけども、湘南なんかでやるときはね、その地形もうだいたい把握してたら、まあ、次はもう餌なんですね、そういう形で全くのサラの場合は地形、それから潮の流れ、ここは結構肝かなという形で見てます、ね。で、なかなか初めて行った場所ってベイトを見つけにくいかなと思いますので、あのそういう意味ではこうなかなか毎日通えるエリアじゃないと餌の動向がつかみにくいんでね、まずは地形でいいかなというふうに思います。で、まあ、例えばこう毎週行ってね、餌の動きがだいたい把握できてくると、やっぱり餌っていうのはすごい重要で、ここに餌が絡んで、さらに潮の潮位が絡んでくるという形です。で、割とバーッとこう潮が満ちてね、まあ、例えば遠浅の中に潮が満ちてきて、ある程度水があるところにこう餌が入ってきて、それが今度下げとともにわーっと今度次のブレイク前に抜けなきゃいけなくなるタイミング、ね、そんなのが地合いになってみたり、もしくは上げ止まり下げ止まりの前が
タイミングになったりします。その潮位っていうのを常にこう記録しておくんですね。でどこで一番当たったかなっていう中で、そのタイミングを絞っていくというような釣り方でこう釣果を伸ばしていくというような形ですね。ここさん、はい、こちらこそありがとうございます。横川さん、沼田でございます。バンブーバンブーさんいきなり謝らないと大丈夫ですよね。イタリアから来てますね。ドメニコ、ドメニコさん、ミスタードメニコ、ハイチャオ、ね、バンブーバンブーさん、ショーガンエボル BL って欲しくて欲しくてで探してもありません。 ありがとうございます。こちらもね、ちょっとね生産は随時してるんですけども、あの一部ちょっと、ね、おかげさまで間に合ってないところがあって、逆にご迷惑をおかけしちゃって申し訳ないんですけども、あの随時ね、やっております。もしちょっと気になるモデルあればですね、あのお店の方にちょっとお問い合わせいただければと思います。課長風月さん、器具102ライトモデル 20g チャートバックオレンジベリー、赤金は、なるほど、千葉のサーフに必要不可欠。なるほどですね。まあ、比較的こう遠浅なエリアを釣っていくのにこうちょっと沈みを遅くしつつも飛距離を出したいといった形の、ご要望かと思いますね。フラット狙いでしょうかいいですね。まあ、もちろんシーバスもありつつね、承知しました。ちょっとあの検討させていただければと思います。ね、20グラムレンジだと今そうですね、ソリッドのモデルの20って今ないですもんね。ありがとうございます。ちょっとこういうねリクエストがあの後々 のパームスの製品の作る時のね、あの非常に貴重なご意見だったりリクエストっていう形であのいつもいただいてますんで、あのぜひぜひお寄せいただけるとありがたいなというふうに思っております。バンブーバンブーさん、どうしましたか。もしかしたらちょっと書いてる間にコメントが飛んじゃって、また後ほど出てきたらお答えしますんで、あ、ごめんなさい、エボルブですね、ごめんなさい、先ほどのエボルブは手に入らないという形で承知しました。ちょっとあのもうちょっと待っていただいてすいません。竹千さん、スプラッシャーにもう少し軽いのがあると、あ、なるほど、河川のドリフトなんかで使い勝手がいいのですか。確かにですね、スプラッシャーの発祥というのが、まあ、ここの界は湘南なんですね。で、まあ、サーフっていう形で今 30g ですね、ウェイトとしてはですね、おそらく河川なんかで使ってくると 10g 後半ないし 20g 前半っていうところが割とこう使い出のいいところのウェイトになってくるかと思います。こういったご意見も、ちょっと参考になるので、ぜひ、お寄せいただければありがたいですね。ちょっと参考にさせていただきます。ありがとうございます。トルコからも、コメントいただきます、こちら高郎さん、はい、去年の12月に京都での展示即売会でいろいろ釣りの楽しい話を、過ごさせていただきました。展示即売、あ、そうなんですね。来期はですね、ちょっと直接こう、お会いしてのイベントっていうのはちょっと前半は今のところ、予定を立ててないと、いった状況なんですね。ただ、まあ、それに代わりましてね、パムススタジオの方からですね、新製品等々のご案内、さらにちょっとフィッシングショーのご案内も、最終の方で差し上げるんですけども、こちらの方でも、2021年のね新製品ご案内を差し上げようというふうに考えておりますので、ね、ぜひチェックいただければというふうに思います。サルソンさん、エボシの件、はい、ご丁寧にありがとうございましたということですね。平鈴木、伊豆半島平鈴木実調動画厳しいですかということです。そうですね、平鈴木の実調動画はですね、僕はいつが最後になりますかね、20年近く前の伊豆半島の平鈴木の、実調を、行ったのが最後なんですけども、ちょっとね、割と断崖絶壁なんで、
危ないといえば危ないですよね。で仮にちょっとそういったところで、事故なんかが起きると怖いかなというのもありまして、逆に少しちょっとこうアプローチのいいところなんかでの平鈴木っていうのが意外とこんなところにいるんだよっていうのは逆にご紹介できるかなと思いますので、意外と変なところに対するんですよ平鈴木も。こんなところにっていうのはね、ちょっとそんな釣りだったらご紹介できるかなと思いますんで、お楽しみにしていただければ。あとはちょっとカメラマンと相談します。一度ね北海道のねあれはどこですか、室蘭ですか、崖を降りてアイナメを釣りに行ったりとか、したんですね。それは一昨年去年の話ですか、一昨年の話ですか去年ですか、ね、その時にもあまりにも崖でね降りたはいいけど戻るのどうするみたいな形でカメラマンと相談しましてね、ちょっとまあまあ危ないところは少し気をつけようねって言って、まあ、降りてから反省したっていうそんなのも実は動画には上げてないですけどあったりですね、まあ、いろんなところは行ってるんですけどね、ちょっとあまり危ないのは出せないかなっていうのがちょっとありましてちょっとじゃあ意外な平鈴木編っていうのをちょっと今度お送りしたいと思いますちなみに今年ね青少症ナノサーフィン平鈴木、まあ、生後止まりなんですけども50センチぐらいまでの平は、比較的数多く釣れておりますんでね、スプラッシャーなんか狙うことができますんでどうぞトライしてみてください。佐藤さん、こんばんは。吉田さん、お疲れ様です。吉田さんね、地元で、相模川でね、釣りをされて、いつも楽しく拝見させており、いただいております。今日も行ってたでしょうか。僕ちょっと夕方、相模川見ながら、運転をしてたんですけども、もしかしたらそうかなと思いながらいつも車を走らせております。すみけんさん、吹き上げのベイトのよりはどんな感じ、吹き上げですか、すいませんちょっと今年はですね、こと12月はもう県外にも出なかったと、いった形で、ベイトのよりどんなんでしょうね、ちょっともし吹き上げの近くに住んでられる方いましたらね、あそこも去年ですかね、まあ、毎年ね餌の接岸とともにブリクラスの接岸なんかもありましてね、非常にワクワクするフィールドで、もう自分も機会あれば行きたいなと、そのまま北の方に上がりながらでかいエバなんかも釣りたいなと、で3月ぐらいになったらこのちょっと放卵したでかいのね岬、まあ、大隅の方にも行ってとか、いうような形でね鹿児島は非常に、行きたい場所いっぱいという形で考えておりますけどね、ですね。たけしさんこんばんは。正直ロッドで先を思いしている場合バットボビーメタルジグ巻いて調整する、なるほど、今いわゆるバランサーと言われるものですよね。バランサーはね自分自身はほとんど使わないしあまり推奨はさせてもらってない部分もあります。っていうのもことですね、正直でやっていく場合、まあこうロッドをホールドする釣りの先を盛りっていうのはちょっと慎重に、ね、バランスを取っていくんですけど、正直の場合ですね結構シャクル動作になってきますんでタックルそのもののウェイトは、必要以上に重くしないっていうのが一つ、まあ、自分の中ではありましてね、ことそれでまあ1日2日3日場合によって4日5日とかってずっとシャクっていくときにですね、その 20g 30g のウェイトが後々響いてきちゃったりもしますんで、まあ、そういう意味では先を盛りというよりはまあ操作性全体のバランスなりますね。必ずしも昭和時期の場合はですねよくこう皆さんリールつけてここでバランス取ったりここにバランスがあるっていうような話されてね、あ手元にバランスあるから非常にいいなって、これ確かにまあ一理あるんです。先重りはしないし手元に重心乗るから余計なこう力入れないっていうのはあるんですけども、ものによってはね特に9フィートを超えてくるとどうしてもそのレングスがまあ物理的にもう先が長くなりますんでここでバランス取れなくなっちゃうんですよ。でそうなってきた時にはトータルバランスとして竿のウェイトを考えていく、でそれで1日しゃくれるバランスっていうのを追求した方が結果としてしゃくれるし超過にもつながるかなというのが僕自身の考えではありますね。たけさんね、そんな方でございます。りょうずさん、松村さんですね、こんばんは、遅れましたということで、大丈夫です。まだ1時間半経ってますけど、まだまだいっぱい質問いただいておりますね、ご参加ありがとうございます。のどあめ太郎さん、こんばんは、お疲れ様です。のどあめさんの釣果も、いつも拝見させていただいております、ね、
サーフにレイクシュアスローで楽しませていただきましたということですね、素晴らしいシュアスローの釣り、いつも拝見しております、ね、ナイスフィッシュです、三又さんこんばんは、ね、ヒラメも暗闇でも釣れますかとかね、ヒラメ暗闇でも釣れます、これは釣れるんですよでまたね、ちょっとメタルバスターの裏話なんですけども、今週も、朝から晩までずっとこの湘南界隈で釣りをしてたんですけど、意外な魚が出ております3月の放映になりますけどもね、ぜひちょっとお時間ありましたらご覧いただければ、これの答えなんかなるような部分も出てくるかと思いますんで、結構ね思ってる時間帯以外でも魚っていうのはね釣れるんですね。で意外とねこの湘南界隈でいうと、ヒラメもそうなんですけど、メッキも皆さん結構日中だったり夕まずめ朝まずめの魚だと思われがちなんですけども、彼らも夜釣れるんです。で夜の釣りはですね、実は昼とカラッと変わってスピード感が全然違うんですよ。日中のメッキだったり夕まずめのメッキ、朝まずめのメッキっていわゆる、トゥイッチでパパパパパッと見せてリアクションに近い形で数匹合わせてバッと食わせちゃうんですけど、夜のメッキねはねスローなんです。スローに見せる、シーバー釣ってるみたいに釣る、そうするとポッとこう食ってきたりする。だから魚っていうのはね、可能性は、実は夜行性中行性っていうのは当然あるんですけども、どの時間帯でも可能性がある。特にプレッシャーがかかってたり、もしくは餌が入っていい状況だったりするとそれを逆転したりしますね。青物もいい例かなとで思いますね。で通常こう青物ね、マズメと同時に接岸してっていうマズメとともにこう去っていくようなイメージがあるかと思うんですけども、あれも、プランクトンの延長回遊だったりとか、もしくは真の光ね、餌がバーッとこうプランクトンが上がってくるに従ってそれについてこう接岸したりするんですけども、餌がそこにずっととどまる場合はですね、そのプランクトンに影響されないんでショアにつくんですね、夜でも。で彼ら夜でもやっぱり食ってくるんですよ。でそこでスパッと釣れなくなるのはプランクトン絡みだったり、そういったちっちゃいベイトが沖に出払ったり、逆に、港とか入りすぎちゃったりして、青物が逆に沖の方で食ってる場合はショアが釣れなくなっちゃうんですけども、餌が残る場合はそこで足止めができるという形で夜でも青物が釣れるというのは、そんな理屈がありまして、というふうに考えてます、ね。でなんでね、ヒラメも必ずしも明るい時間ないし甘ずめって考えずに、いろんな時間トライしていただければ結果が出てると思いますんでね、ぜひ、やってみてください。佐藤さん、ありがとうございます。メバルのアソトパック購入させていただきました。サブリーマどのように使えばよろしいですか。福岡長崎はメインフィードです。ありがとうございます、ね。今回ね、メバルのアソートパックに入れさせていただいたサブリームは、通常のビットアーツいわゆるソルトエディションではなくですね、あのカラーを、フレッシュウォーターエディションの方からちょっとね厳選して選ばせていただきました、ね。いわゆる、ヒゲ長系のカラーの中に一色ブラックをこう入れさせていただいたんですけども、サブリームの使い方はね大きく分けて2つです。まず一つこうサブリーム こんな形してますけども、引いてくるときにですね、ごくごくデッドスローのただ巻きなんです。でその時に出るこのいわゆる三角波と言われるこれが肝になります。でサブリームの場合どんなに引っ張っても水面下から20センチまで潜んないぐらい、だいたい20センチマックスぐらいです。でここまで、潜るかなという形なんですけども、ティップ上げながらスローでリトリーブしてくると表層を狙います。でその時にこれ単純な三角波じゃなくて、実はねボディがねすごい小刻みに震えてるんですよ。すごいタイトロールだ、カタ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 って。でその時に出るこの引き波で下の方に、例えばこれこうやって水深5メーターあったとしても、下の方にいるメバルがこの引き波で気づいてバコッと出てくる、いわゆるトップウォーターの釣りなんですけども、この引き波を使うのが一つで、二つ目はですね、サブリーム、ここでねロッドワークないしは少し早めにリトリーブしてあげてパパパッと見せてあげるんですね。ちょ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 っと見せてあげる、パパパパパパ、でここでストップ、でここでまたアクションさせてパパパパパ。でその時特にこう潮が流れているような状況だとこのストップが非常に重要になります。ドリフトですね。で見せて止める、見せて止める、止めるときにドン。で、イメージとしてはね、サブリームの場合はですね、
この見せるときにロードワーク入れてもね、割とこう横から見ると縦気味のリップが小さくついてるんですけども、これが水を受けてロードワーク入れてもこの移動距離が少ないんですよ。スカスカスカってこう止まるんです。なんで一とこで割とこう見せやすいんですね、アクションをさせたとしても。でこの一とこで見せるっていうのは実はメバルで結構肝になりまして、水深があるところで魚がこう浮いてればですね、この止めの時間というのは短くていいんですけども、ある程度下から結構ね水が澄んでると本当下から出てくるんですけど、下から上に来る魚はここにタイムラグがあるんで動きすぎちゃうとミスバイトするんですよ。でそれを防ぐ意味でもこのサブリムというのは実は結構フィットしてくるんで、まあ、こういった引き波もしくはアクションさせてのストップ、そして潮に流すドリフトですよね。このね使い方2つ、これでねこれからのシーズン、楽しんでいただけると思いますので、ね、ぜひ、トライしてみてください。面白い。TS スラッシュさん、こんばんは、初見ですということで、初めてのご参加でありがとうございますね、ご覧いただきましてありがとうございます、吉田さんありがとうございます、間に合ってよかったとか、やはり行ってらっしゃるかな、あの SNS 見てたら今日もお仕事だったということでね、お疲れ様でございました。竹大さんこんばんは、ピンフィル777の、ご注文いただきましてありがとうございます。リールの番手またラインはどのぐらいにした方がいいですかということですね。自身が使っているのは C2000、 シマノの C2000 使ってますね。で 77L に関しては2500、まあ共通ボディで考えれば C3000、ここら辺までは全然使いどころというふうに思います。これメインラインの号数にちょっと左右されるかなというところでもあるんですけども、自身の場合、まあ、細くて PE の 0.3、77L の場合強くて 0.45、がもっぱらなんで、そういう意味では、キャパシティことを考えると、まあ、2000番、C2000 とか実質あれかボディとしては1000番になるんですけどもね、C2000 で、こなしちゃってるといった状況です。もう一つ上でも、マッチしてくるかなと思います、ね、このあたりで、ラインの号数はですね狙う魚にもよるんですね、まあ、それこそあの水抵抗の引っかかりの少ないジグタンなんか使ってくつりであまりね0.3、0.4って使ってくると太すぎちゃう。でそうなるともう 0.155 とか 0.25 とかってどんどん落としていかないと糸を吹きやすいし浮力があるもんだからコントロールしづらくなっちゃうんで、そういう意味では、まあ、調整してあげるんですけども 0.3 があれば自身の場合、まあ、特にこうプラグを使っていくことがメインになりますんで、まあ、ほぼ問題なく使えてるかなというふうに思います。TS スラッシュさん、軽量ベイトフィネスはやりますかということで、軽量のベイトフィネスはですね、昨年の2月、あ今年の2月、いや違う昨年の2月かな、沖縄行った時 の, ミキーを、オークチューブですね、これを狙っていくときにちょっとプロトロッドのテストも兼ねてね、行ってまして、あの自身もっぱらちょっとソルトの方に、地元の方帰ってきちゃうと釣りになっちゃうんで、そういうタイミングを見つけてはですね、渓流のベイトフィネスのねロッド持っててこうちょっと釣りを楽しんだりもしてるんですけど、ちょっと動画の部分で出てないんですけどもね、かなり楽しみましたね。もうスポットに入れてくる釣りが非常に面白いで、来期はですねちょっとピンウィールにあのベイトモデルが、入りますんでね、こちらも詳細は、来年になってからご案内かなというふうに思いますけども、ちょっとぜひお楽しみにしていただければと、思います。木下さんでよろしかったでしょうか。すすいもんさんこんばんは、亀屋のジグでルアー詰め合わせ当たりましたで眠りのケースにルアー5個とか最高です、よかったです、おめでとうございますね。もう今ねあの9時とかね、そうあの SNS 見てたらちょっと大当たりした方ね本当におめでとうございますね。来年もいい年になると思いますよ。バルジさん、こんばんは、以前キャストの飛距離のことで相談させてもらいましたという、10フィート M のロッド P1.540 の軸で、3色半ば到達、糸吹き考えれば120メートルちょっとでしょうか、あとバジドールさらに伸ばすべく、あなるほど強い竿の方のご購入いただいたことですね、ありがとうございます。あ購入したいんですけどもないということですね、あなるほどそうですね、今ね10フィートの M クラスで 1.55 で120
ってたらですね、もうほぼもうロッドのパワーをおそらく使い切ってるぐらいの飛距離いってますね。でここからさらに飛距離を伸ばしてくると、今度竿を強くして同じような形で曲げていくことができれば飛距離さらに伸びてきますんでね、ぜひぜひ。もう 120m って一つね、結構あの壁なんですよね。そこ飛ばせるようになってくると、まずちょっと一つゲームの展開変わってきますんでね、130m オーバーはなかなか、素晴らしい。自身で、ね、一度、いわゆるあのキス釣りで使うリールにですね、極細のピン巻いてどれぐらい出るのかなって言ってちょっと試したことあるんですけども、140ちょっとぐらいで一つやっぱ壁にぶち当たりましてね、それ考えるとあのキス釣りの人が投げてるマジェットテンビン使った釣りなんかだと10色とかっていうと、これ 250m なんでね、ちょっとまたあのさらに次元が違う飛距離だったりもするんですけども、実質道具としてはそこまで投げれるっていうのがね、釣りの中にはあるわけなんで、あ、これすごいなっていうのはなかなか奥が深いところでありましてね、まあ、ジグででもね130、120っていうのはすごい、飛んでます。素晴らしいですね。ぜひぜひちょっとさらなる飛距離目指してください。バブバブさん、ね、ありがとうございます、ね、またちょっとお店に並びましたらぜひあのチェックの方いただければと思います。伊藤さんこんばんはです。こんばんは、ね、イットイットさんこんばんは、JZX90CRE さんこんばんは、ライブ久しぶりですがという形で、そうですね、5月の末だったんで6、7、8、9、10、11、12で、まあ、まあ6ヶ月半年くらいは以上空いてしまったところのライブでございますね。6時から始めて、そろそろ2時間という形なんですけど、皆さん、大丈夫でしょうか。飲み物とか食べ物とかあのぼちぼち食べながらですね、飲みながらやっていただければと思うんですけども、ご覧いただいてありがとうございます。ライトダウンさん、ビッグドアーツのイメージでしたかって形ですね。最近はクワトロナウネルとショーガン103にサウギョ、いいですね。そうなんですよ、ちょっとあのビッドアーツ あの投稿見ながらあのクワトロの投稿も拝見させていただいております。ありがとうございます。あれもう10目超えましたよね、確かね、10何目目か突入だったと思いますけど、またちょっと後ほど楽しみに見させていただきます。ロザリオさん、IH03XH ご期待ください。少々お待ちくださいね。さっくんさんこんばんは、お疲れ様です。いつもありがとうございます、ドンダベチャンネルさん、こんばんは、初見です。ありがとうございます。いつもね、ご覧いただいているということで、ありがとうございます。ロザリオさん、バラシを減らす方法が知りたいです。バラシを減らす方法、これね、僕が心がけていることの中ではですね、バラシを減らすのはもう半分ぐらいフッキングかなというような形で考えております。でね、バラシはね、あのこれ、まあ、自身の釣りだったりとか、あとはもしくはこういろんな方とね釣り行った時にあのアドバイスさせていただいてるんですけども、フッキングはねすごい重要なんですよ。でフッキングする時あの合わせてるんだけどどうしてもバラしちゃうよっていう あの質問をね受ける時の多いのが、こうアングラーがいた時にね、この位置で竿をホールドして合わせるとこういう曲がりになるんですよ、極端に書くとね、合わせた時。でそうすると竿が合わせた時に効いてるのってここだけなんですよ。でこれ先ほどキャストの時にも言ったんですけども、ロッドのパワーが一番少ないところで合わせてるんで針が貫通しない。じゃあ一番強い、先ほど言ったこのバットを生かせる時にどうやって合わせるかっていうと、ロッドの位置をここにしてここから合わせの動作に入るんですね。でそれを例えば仮に同じように扇状にした場合に、曲がりとして極端に書いたらこうなるんで、この曲がってる部分が下に降りてきてる、こっちに比べてね、その分パワーが強いところで合わせられているんでより効いてくる。でさらに言うとですね、あのこういう動きっていうのはこっちのパワーを使うティップパワーに依存しやすい合わせ方になるんですよ。なんで自分が結構合わせるときにこう大きく上体を反らして合わせてるのをちょっとご覧いただいたことあるかと
なちょっともしなければちょっと動画の方をチェックしていただくと、こうバーって合わせるときに割とこう大きめに合わせるですね、モーションとして。で実はこれちょっと意味がありまして、竿をここを支点にしてこういう合わせ方をしちゃうとティップしか曲がらないんだけど、ここを水平にこう移動するイメージ、こうやってイメージ合わせる、こうやると必然ここが生きてくるね、バットが。でそうすると針を貫通させる力ってここから引き出されるから、うわーこういう、まあ、大げさに言うとこういう合わせですよね。でそれを体使ってこういう合わせにしていくわけなんだけど、ここを使うのをイメージすると針がしっかり貫通していく。でこと、まあ、エラー洗いするシーバスっていうのは、あの彼よく食うのが あまりうまくないとかね、よく外れやすいから下手だとか、まあ、違うところに出ちゃったりっていうのもあるんだけど、彼はね、僕今ちょっとシーバス飼ってね、いろいろ観察して、ね、食うのが実はうまくて、で外すのもうまいんですよ。でバーッと食うじゃないですか、バッと食ったらすぐ違和感感じて離すんですよ、それが上手で、パッと食ってあダメだと思った時に瞬間にもうエラー洗いするんですよ。実はそれが手元に伝わって当たりになるっていう感じなんですね。なんでもうそういった魚に対してはもうシーバス、ね、トップで釣ってもしっかりと自分自身は腹筋を入れてます。で、あとは魚種とサイズによってそのフッキングを何発を追い合わせを入れるかなんですね。で青物を釣ってる時に、まあ、ブリ、カンパチ、ヒラマサ、彼らは口が割と丈夫なところにかかりやすいんです。確率として唇と唇の間は裂けやすいんだけど、カンヌキとかより深い口の奥の中ですよね、顎下にかかったら割と追い合わせしても口が裂けることが少ない。なんで結構ガン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 もうヒラマサだって分かったらガンガン合わせる、で頭こっち向けちゃうんですよ。でそこの中に例えば、ハガツオだったりとかサワラだったりとかっていうのが混じってくるときは、極端に追い合わせ入れると特にサワラな口が壊れやすいですね。それでバレちゃったりするっていうのもあるんで、シーバスもそうですね。あんまり極端に追い合わせ入れると特に今もうね、ダイレクトにパワーが P ライン伝わるから針穴開けちゃうすぎる時があるんですよね。でそういう魚に対しては一発で決めて、あとはしっかり、ファイトしてあげるっていうような、ちょっとねこう魚によって合わせ一つでもコントロールしてあげるとバラシが減ってくるようになります。で近日中にね、湘南のシーバスの動画なんかもちょっとご紹介できるかと思うんですけども、跳ねる魚はやっぱり、ね、シーラもそうなんですけど、跳ねるなっていう魚は竿を下にね、突っ込んであげる、これ結構大切で、水の中でもね同じようにエラー洗いしてるんですよ彼ら。なんだけどジャンプさせないようにしてあげると、その動きは水の抵抗で鈍るじゃないですか、ゲッ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 って。そうするとね、外れにくくなる。で空中でやると彼は自由にエラー洗いしちゃうから、そのスピードでルアーの特に重いルアー使っている時はポンと外れちゃったりする、ね、そんなのちょっと心がけてファイトしてあげると意外とバレが少なくなる、ね、釣り場さん、沖磯でジグやプラグで10キロクラスの青物を釣るときドラグ設定はどのようにしてますかということ。そうですね、特に沖磯の場合ね、ロッド自体は例えば10キロまで耐えられるドラグね、だとしてもフルに10キロは最初から自身の場合入れてないですね。ことヒラマサなんかでこう割と強めに釣ろうと思っても7キロ前後からスタート、することはもっぱらです。でもう走らせてもいいっていう前提な時は5キロ前後で、セッティングすることがもっぱらっていうのも、まあ、特に何て言うかな、重心がちょっと高くなりがちな場所だったりとか足場が不安定な場所で10キロとかかけちゃうと、こう不意に持ってかれた時にバランス崩しちゃうっていうちょっと危ないこともあるんですよね。でそれもあって極端にかけてない、ただ魚の顔だけはこっちに向けときたいって言った時に7キロあるとまあまあ向かすことも可能かなというところのバランスですね。あんまり強すぎるとちょっと危なかったりするので気をつけてください。伊藤さん、サワラロート、何がおすすめですか。サワラに関して言うとこれ、まあ、ちょっとショアとオフショアで若干、分かれるんですけども、ショアでやる場合はですね、自身もっぱら、103の H プラス、
これでまあ30、40、60っていうところを使い分けて釣るのが、もっぱらですね、強い釣りの場合で。あとはシュアスローでいったら992、これに30、40のスローブラッドキャストを入れていくというのがサワラ狙いの時のシュアのロッドで、オフシュアでやる場合はですね、この東京湾なんかでの、サワラゲームに関してはベイマチックの今70の M、これをね、使うことはもっぱらですね。ちょっと今回いろいろちょっと真相品の情報をちょろちょろっと差し込みますけど、来期ですね、サワラスペシャル、行きます、これ冒頭用なんですけど、ちょっとお楽しみに、こちらもサワラに向けたロッドになりますので、そんな感じで現状のラインナップだとそんな感じ、ね、一つちょっと、セレクトする際に、ご参考にしていただければと、まあ、先ほど言ったみたいに口の壊れやすさがありますので極端に強いサワはバラシの原因なんで、まあ、もし強いサワでサワラ狙うんだったらドラグは緩めてあげた方が取れる確率は上がります、ね、彼らは根に潜ろうとはしません、ね、どちらかというとダダ走りするだけですからバーバーってね、で少し耐えてあげるとすぐ疲れちゃうんで走ってもいい加減10メーター、ね、っていう形なんでね、ちょっとそこだけ、気にしてあげるとキャッチ率がさらに上がってくると思います。山田さん、こんばんは、どうぞ質問いっぱいください。グローと UV の見え方の違い、使いどころを教えてほしいです。グローと、ね、UV っていうのはね、基本的にちょっと発光、まあ、特に弊社が使っているバームスで使っているこう UV カラーっていうのはですね、いわゆる紫外線発光で、紫外線が当たったことによってこう発光してこう反射をさせていくようなイメージなんですね。でそこでこう生み出す色なんです。でグローの場合はですね、その、まあ、紫外線パワーのある波長を吸収して、まあ、原子がこう冷気っていってこう電子が一つ上の核のぼって、それが戻ろうとしたらパッとこう光るっていう、イメージになるんで、逆に吸収系の色なんですよね。で、使いどころはね、実はね、UV に関しては当然光があるところの下で使うことがもっぱらなんですね。でそこで、グローのゼブラよりもナチュラルにだけどアピールさせたい時で、これをね、なぜか全面で塗るとあんまりチョークが良くないんで、こうゼブラで入れたりスポットで入れると UV って結構効くんですね。なんでこうノーマルのリフレクト系のカラーで反応しないときにピンでストライプで入れたりピンスポットで UV 入れるとは非常に効果的、見せ方の違いという面で、その中に今度対極的に今度光を反射させるこういったホログラムに対して光を全く反射させない系のグローを指していくっていうのは、これ実は日中でもグローというのも僕は日中ですごい多用する色なんですね。っていうのは結構なんていうかな、叩かれすぎちゃったような魚は反射するジグに嫌気を持つことが多いんですね。でそういった魚に対して全くのフルグローっていうのが逆に今度すごい反応をもらえたりすることがある。っていう意味でルアーカラーのローテーションっていうのは自身の場合はベースカラーで決めることが結構多いんですね。ホログラムのシルバー、グロー、ゴールド、ものによっては、まあ、例えばそこに、ブラック系シルエットですよね、入れたりっていう形でベースカラーをまず当たりを探して、そこから今度背中の色でコントラストと光の反射の量をコントロールする、いうような形です。でそこの中に UV っていうのが差し色としてすごい効く時があるんで、これ日中の釣り、多少でもバーッと太陽が上がってきて光が差してきたら混ぜて反応を見るっていうのは、これ平政なんかでも結構有効だったりしますんでね、ぜひお試しください。グローもナイトだけじゃないですよ、実は役に立つのは、高瀬さん、こんばんは、メッキは湘南地方今年どうですかって、今年も順調に推移しておりますね。今現状川の水温がだいぶ下がってきたんですけども、それでもまだ川口、ね、河口に関しては、この前シーバス狙い行ってもざわざわざわと、しております。で加えてね、今シーズンはね浜の波打ち際が割と暑いんですよ。でこんな餌が、入ってるエリアは、結構ボイルしてますんでライトタックルもって浜歩きするとね意外な場所でメッキに出会えますね。健太郎さん、飯田さん、こんばんは、動画いつも、ありがとうございます、ご覧いただきまして、冬の青物攻略のコツ、冬の青物の攻略、そうですね、これね、もっぱら結構餌寄りになってくるかなというふうに思います。
まあ、水温がね当然下がってくるんで、20度あった頃とは若干こう活性も変わってくるんですけども、餌さえいればトップにも出るっていうような状況なんですけど、その地合いが短いんですよ。で、例えばこの城が入ってたとしてもですね、出てくる地合いが本当にわずかになってきちゃうんですよね。であとはもう下のレンジに落ちてきたりするんで、見切りをなるべく早くした方がいいかなと。で、連れてくるのが1日の中で、例えば朝入って、1時間すごいプライムタイムがあってっていうような場合に、通常そこを1時間ずっとトップで通してたとしたら、そのプライムタイムの中でもジグを投入していくとかいう形で、その一番暑い時間にいろいろ試す、そんなシーズンですね。で、あと餌でいうと、結構地方にも、まあよりますけども、この城がねメインベイトになったりもします。で、その時にこうジグを入れてくると、どうしてもね餌が先に引っかかっちゃったりするっていうこともありますんで、そんな時はね、一つトップウォータープラグ、ダイビングペンシルだったりポッパーだったり、いうのを、こう入れてってあげることによってね、釣っていくっていうのが一つなんで、これこう餌のレンジがあったら全くの上かジグ入れて全くの下かみたいな、その上下どっちかを釣っていくのがこの城の釣りになってきます。割とねこの城の釣りだと、ジグの場合はね、そんなに大きいアクションじゃなくて送ってきたりするんで、そこら辺ちょっと気をつけてねあげれば口を使ってくる、まあ、それこそ九州地方なんかまだね今、まあ、冬といえども結構ピーク、だったりする場所もあると思いますんでね、お楽しみいただければと思います。ティアススラッシュちゃん、最近釣った魚は何ですかって、一番最後に釣ったのはダツです。一番最後に釣ったのは一昨日かな、釣ったダツでしたかね。スプラッシャーに食ってきましたね。で、まだいるんですよ、この界隈。シーバス狙ってスプラッシャーブンブン投げてるんですけど、ダツがねいるんですよ。で、またでかいんですよ、ダツが。1メーター近いダツなんですね。で、それがねスプラッシャーガチッと食ってくると、当たった瞬間はね結構期待させてくれます。特に口でかかるといいファイトするんですよ彼ら。割と食い損ねるじゃないですか、ダツって。で、そうするとこうボディにこうね引っかかってダーッて上がってくるもっぱらなんですけど、ダツがでかいがゆえにね、今年はねしっかり食ってくるのスプラッシャーを。それが最後の今のところ魚なんで、このままじゃ僕ちょっと釣り収められません。もう一回行ってきましょう。梅原ディエゴさん、こんばんは。淡水魚と海水魚、狙う魚とルアーの大きさの関係の違い。あ、なるほど。淡水魚とルアー、そうですね、淡水魚と海水魚、狙う魚とルアーの大きさの関係の違い、これね、やっぱり餌に依存しているという点では淡水も海水も結構共通なのかなという気はしますね。で、まあ、淡水魚の場合でいくと、割とこう小魚食いの場合だったりとか、テレストリアル食いのね虫食いだったりとかって、ね、結構状況も変わってくるかなと思うんですけども、虫食いの場合でもね、5センチ前後のシンキングミの上からアップグロスを投げてパッ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 て見せてあげて、こう食わせるような時はもう魚のシルエットしてたとしても、イメージの中ではテレストリアルなんですよね。で、そういう意味ではこう割ととらわれずに使っていく。で、まあなかなか最近ストマックポップっていうのも聞かないですけど、一応ちょっと腹触ってみたりして、ゴツッとでかいのあれば魚食ってんだなっていうのは後から分かったりっていうのもありますんで、それほどこうなんていうのかな、淡水と海水でそこが違うかっていうと、実はそんなことなくて、本当極端に小さいものから極端でかいものまで反応してくるっていうのは、淡水も海水も一緒なのかなっていう気がしますよね。もう本当にそれこそマスなんかでもね、あまりもでかいマスをトモ食いでね食っちゃって飲み込めなくてこう死んでる魚なんかっていうのをやっぱ見たりもすると、まあ、それこそビッグベイトって呼ばれてるサイズでも全然小さいぐらいだったりもするシチュエーションって、トラウトでもバスでもあると思うんですよ。ことシバス釣ってても同じぐらいのルアーのサイズに同じの食ってきたりね、メバルなんか自分よりでかいんじゃねえのっていうのに食ってきたりもするんで、まあ、そういう面では本当に人間が思うほどやっぱ彼らはもう餌だと思った人がやっぱそれを食う。で、自然の環境って結構厳しいと思うんですよ。
餌だと思ったら食わなきゃ次の餌がある保証がないから、あのしっかりスイッチさえ入ればそういう食い方をしてくる。ただ逆に言うとルアーに反応してくる魚っていうのはその中でもごく本当に少ないなっていうのが実は実感で、あの、ね、サイトでバーッとメバルなんか見えてるうちでも反応してくるのは本当にごく一部だったりするというのも考えると、あの釣りっていうのは本当に可能性はまだまだいくらでもあると僕は感じております。千人さん、こんばんは。北海道海さくら来ますか。実はね今週もう本当夏はですね、このクリスマス前後をちょっと海さくらに当てようという形で考えておりました。このね12月末の、まあ、最初のシーズンと、まあ、それから3月のね、シーズンと、まあ、ちょっとどっちか行きたいなというふうに考えたんですけども、ちょっとこんな状況なんでね、今年、まあ、来年の春もおそらくちょっと無理かなという形なんですけど、まあ、これの状況が落ち着いたらですね、またね、レラカムに持って行きたいなというふうに思っております、ね、いや本当に寒さの中で、ね、キリッとした中で釣る桜マス、そしてもう釣れてくる魚の綺麗さ、これはもう本当にたまりませんね。今度ね落ち着いたらジオピック持って伺います。野良猫アンジさん、こんばんは。ロキ中でもプライベートでも良いのですが、タメガの関係者テスターさんと現場とバッティングしたってことありますか。あ、バッティングはね結構ありますよ。いいシーズンってやっぱり結構集中するじゃないですか。でそういう意味ではひょんなところで あったりするんですよね。あ、そうですね、空港で会うのが一番多いかな。だいたいこう我々の場合だと平日にこう撮影に、ね、行くことが多かったりすると、出る時間ってだいたい一発目の飛行機に乗るんですよね。で一番そうですね印象的だった福島若菜さんって以前ギアステーション釣りビジョンでやられた時の MC、やられてね、今も活躍されてます。でバタッと空港でお会いしましてね、逆に僕が絶対に会うと思ってないから最初分かんなかったんですよ。何回もスタジオでお会いしてたんでね。でパッてこう会った瞬間に最初全然理解できなくてですね、思いっきり慌てた早朝の第一便っていう、それはまあ印象に残ったございません。おにぎり食べてました僕は。おとこさん、あ、メタルバスターステッカー、あ、これあれですね、僕今だいぶコメント来たつもりですけどまだ中盤でございますね。ちょっと待ってくださいね。あ、もう本当に2時間過ぎましたね。ちょっと次のライブがいつか分からない。だーっとじゃあちょっとご紹介と、ね、お答えを申し上げます。ちょっとじゃあちょっと手短になっちゃいますけどお答えさせていただきたいと思います。ステッカーあぜひ欲しいですけどね。山下長さんありがとうございます。これから今ご案内しますね。MA 日田さんこんばんは。シラスパターン攻略を、シラスパターンはね思いっきり合わせるか思いっきり外すかのどっちかです。合わせるときは徹底的に合わせないと食わないんですよ。で外すときは徹底的に外した方がいいです。っていうのはシラスがいてボイルしているときにシラスサイズを投げると当然釣れる。で例えばビットアーツの 1.5g、3g、7g、10g ぐらいまでは普通に釣れる。だけどそれをスメルトロン30、40でやると釣れないんですよ。で小さいルアーで反応を持ってじゃあ次そいつも食わなくなったらどうしたかって言ったら今度逆に例えばスーパースライドとか QR の60みたいのをドンと入れて全く違う釣りしてあげると口使ってきたりする。ちょっと覚えておいてみてください。面白いです。石川翔さんこんばんは。ありがとうございます。ね、演習のひろみちゃん、あ、パム最高でございます。ありがとうございます。レッド、あ、スケベンジャーさんお疲れ様です。 いつも拝見しております。ありがとうございます。ね、Twitter の方でコメントいただいております。ありがとうございます。ちびちゃんこんばんは。パム製品で楽しい釣りをさせていただきました。お、大きめ青物挑戦、ね、頑張ってくださいね。でかい青物いい年になりますよ。応援しております。ありがとうございます。チュリチさんこんばんは。ジグをキャストアクションしてどのぐらい巻いてきたら回収しますか。根掛かりをしない、要は手前に障害物がない場合はフルキャストして
水深10メーターのところだったら3回しゃくってもう1回ボトム、しゃくってもう1回ボトム、これをこう1、2、3回チャンスタイムをこう作るぐらいがイメージで、手前がガチャガチャしてたら2回、本当にガチャガチャの場合は1回です、ね、でちなみにね、あのずっとこうしゃくっててボトムからしゃくっててって抜けるところがあると思うんですよ。そこがあの通常潮目で言うと皆さんこうなんていうのかな、水の動きのイメージが横方向の動きをこうイメージすると思うんだけど、水って実は縦と上層、ね、上の層と下の層でもこういう流れがで、ここも同じなんですよ、潮目のイメージとしては僕、ね、なんでこうアクションしてきてふって抜ける瞬間にここでバイトチャンスが終わったなと思ったらもう沈めるって、ここが一つあの回収する目安になる。これはテルトちゃん、ゼルトちゃんでよかったでしょうか。こんばんは、湘南ライト5目稲田ジグに行きました。ジグの重さの転択基準がいまいち分かりません。オフショアでのジグの重さの基準、潮が行ってなければ水深の倍ぐらい、30メートルだったら60グラムで取れる、50メートルだったら100グラムで取れるっていうのが、だいたい潮がそれほど行ってなければだいたいそれぐらいのイメージなんで、まあ、20メートルしかなければ40グラム全然可能かと思います。で相模湾の場合場所によっては効いちゃうんですよね、ガツッとね潮がね。そうするとそれが2倍になったところが3倍になってみたりっていうようなイメージでやってみてください。そこが一つ基準になります。ベルケニーさんこんばんは。 G メーターのゆったりと、あそうですね、このフォーリングがね、あのパチッとはまってくると楽しいぐらいフォールが当たってきますんでね、ありがとうございます。山田匠さんこんばんは、あライブ終わったら買いに行きますということで、ね、ありがとうございます。あシバスフクロウド、ね、キニさん、メバアジだけゲットしました、ありがとうございます。ね、結構早くにこう売り切れてしまいましたね。じったんじったんさんこんばんは。シバスフクロウド今日届きましたか、ありがとうございます、最高ですということでね、あのでかいの釣ってくださいね。こう強め の, あのスプラッシャージャバミ、ね、あとちょっとフォローでカレフ、あれローテーションででかいのつってください。ガチョウビさん先日メバルに復帰したピンミル、 ありがとうございます。7分の UL、ワームの場合何を使ってますか。あワームはね結構いろんなの使ってますね、結構ねレインズさんのところのワーム使うことが多いですね、結構タイプがいろいろあるじゃないですか。で一回ね、物は試しに匂い付きっていうのをやってみて、それがすごいリアルな、ね、あの誤解のやつだったんですけど、全然こう当たる出方が違ったりとかっていう、まあ、そんなのもいろいろ楽しみながら釣りしてたりしますけど、あの僕ちょっとこぼしてからなかなか匂い系がにちょっと苦手になりました。車などでね一回ね、まあ、いわゆるあの何々汁系っていうその匂いになりまして、それからちょっとあまり使ってないですけども保管に気をつけてくださいね。ひろしさんこんばんは、メタル6さんに先週買ったような服、ああそうだったんですか、ごめんなさいね、ちょっとね年末ね、ちょっとびっくり福袋が例年ございます。いろんな何が出るかまたちょっと来年も全然わかんないですけど、ちょっとしたあのびっくりまさかで申し訳ございません。宮古さんこんばんは、ありがとうございます、ね、松尾さん、はい、そう勉強になりますありがとうございます。あ中国ね、あごめんなさい九州ね、九州本当に行きたいと思いますね。ちょっと、ね、あのいろいろ今年もね、ツリビジョンメタルバスターご覧いただいた方、あととちょっと僕あの行かなきゃいけないんで、また、また伺います。コスティカジョージさん、はいはい、Thank you. Thank you for your comment. Thank you for your budget. Right, for Spain, Spanish fish. Have a nice fish and tight lines. 松尾さん、熊本、あ、いいですね、熊本。行きたいですね。いいですね、ちょっと好きです。そうなんですよ。牛深も熊本だよね。そうだよね。そ
牛深も行きたい、あ、ぜひ宮城にもと、ね、あ、宮城伺いたいです ね、 ちょっと落ち着いたらまたフラットフィッシュで、今度ねちょっとあの東北方面の青物も行きたいなというふうに思っております、ね、でかいやつ、ぜひぜひ、あ、熊本来てという形で、ありがとうございます。ちょっと熊本、ね、行きたいですね。ねえ、ルソク29さん、住人 A さん、こんばんは、要望ニューロッドの注文受付の状況ついて、あ、なるほど、注文受付開始、そうですね、基本的には、発売の前にはSNS ともしくはホームページで、ね、ご案内を差し上げていく形になりますので、あのチェックいただければ、あのその形で流していきたいと思いますので、ね、よろしくお願いいたします。りょうさん、練習頑張ってください。あ、なるほどでした、ありがとうございます。ご夫婦でご覧いただいておりますね、松尾さん、ありがとうございます。ジャマミディプレスもお買い上げ、ね、ありがとうございます。楽しんでくださいね。このトレーナー、あのまた再販した時ね、あのアナウンスさせていただきますんでね。あ、今あのコメント欄見て皆さん、あれですね、ちょっとあのここで夫婦漫才が始まるので全然大丈夫ですよ。維新江戸川さん、こんばんは、メタルマスターいつも見てます、ありがとうございますね、ご覧いただいて、次回また3月になりますね。ベイトのキャストも教えてください。あ、ベイトね、ベイト行きましょう。ベイトロッド来期結構いろいろ増えるんじゃないかな、ね、ご期待ください。僕もベイトリールだけはすごい増えてきちゃってね。酒さん、湘南産婦この島、チャンスある、あ、まだチャンスあります。今ねだいぶ先週の試験で清少湘南この週離れましたけども、あのピンスポットで餌入りました、ね、まだチャンスありますよ。新江戸川さん、メタルジグ中層を攻めるときどうやって動かしてレンジを、あ、メタルジグ中層を攻めるとき、ショアスローの場合は一定レンジイメージするんですけど、速い釣りのときはね、そんなに維持はしない、むしろ、中層だったとしてもそのちょっと下、例えば3メーター下から狙いのレンジ通過させて、通過したところでまた落とすっていうような形で、キープしてきます。でやっぱりカウントダウンが非常に重要になってきますんでね、ヒットレンジのカウントで覚えておいて、それプラスアルファ3メーター、そこからアクションしだす、そんな感じ、ね、ハモばっかり、あ、ハモいいじゃないですか、ハモ、ね、ハモ、あ、釣れちゃうんですか、ちょっと釣ってみたいですね、ハモね。ちょっとあの骨切りめんどくさいですけど、美味しい魚ですよね。あのここら辺の海域はダイナウミヘビって言って、百貫って呼ぶんですけどね、あの彼しか釣れない、長いのはね彼ね、砂に入っててね、当たりはすごいんですよ、ガツッて当たるんですよ、うわっって思うじゃないですか。そうね、寝掛かりになっちゃうんです、今度あれっとで寝掛かり外すので、こうやってズルズルズルってこう抜ける感じがするの、ズルズルズルって、あ、抜けた、あ、百貫だって、ウミヘビついていく、そんな海でございますちゃんとシーバスます、ね、キャラクターさん、夜のヒラメジグのカラーは、器具の金スメドグロピン、 ありがとうございます。あの必ずしもね、グロー金とらわれずリアルカラーで、もしくはやってみてください。あの本当にね、魚って意外なほど目がいい、あのウォータークリアっていうカラースプラッシャーとかジャマミリプレス入れさせていただいてるんですけども、あのすごいんですよ、あのしっかり見て、でもまあ人間が使う時の目的とは若干こうシルエットぼかしたりっていう目的もあるんですけど、しっかり見て、ね、そこからか、すいません駆け足でもう 2時間過ぎてます、高市さん、こんばんは、ありがとうございますね。おしゃーものジグおすすめのジグありますでしょうか、潮が早い時、早い、お緩い時、なるほど、あの潮早い時はね、あのやっぱり抜けのいいジグの方がいいです、スーパースライとかノーマルジグで、緩くなってくると、あのなんていうかな、ある程度テコ感あっても
使い勝手はいいのかなというふうには思いますけども、逆に緩い時に飛ばしてスイッチ入れるっていうこともあるんで、臨機応変にやってみてくださいね。でこの潮の早い時と緩い時の境目がちょうどこうチャンスタイムになることが非常に多いんで、やってください。ありがとうございます。 YSW377L 買いますということですね。ぜひ楽しんでくださいね。あきさんこんばんは。ロケ撮影の1年のうち何日ぐらい出張されますか。九州行くとどのぐらい。そうですね、九州だと最長で2週間で、通常は1週間で、その中にこう天気図と地図にらめっこしながら、九州なんかだと最初福岡入って、あ北が強いな、鹿児島まで走っちゃおうみたいなのでいつも釣ったりしますね。ちなみに12月の調光日数何日になってたかな、18日かな。あの、まあ、これ丸1日じゃないですけどね、こう夜半夜とかっていう釣りなんですけど、17日間ですかね今のところ。これでまたあと2日ぐらい行く予定なんですけどね、月20日ちょっと多すぎだから、ね、まだちょっと脱じゃ終われない。あ、キニさんね、来週、下関の、あ、下関、これは、ドリーマーズハイさんでしょうかね。行ってらっしゃいね、いい釣りをしてきてください。アジンがやってきますって子たちですね。あ、ベイトのピンギンのベイト、あ、ありがとうございますね、リクエストいただきました、ね、今度のベイトが結構いけるかな、それでいけると思います。天草いいですね。ハタ、ヒラスズキ、青物、ね、ついで、あ、ジギング、ぜひぜひ。車中泊の車すごいですね。あの車って釣り道具の中で一番高い釣り道具なんですけど、もう車買っちゃった、あのいい釣りしてください。じゃあそこ、コスティカ、ロジさんからですね、I recommended the lead of Shimano 5000 or 6000 leads。 トーラインさんありがとうございます。テカジョフェさん、スロブラキャストをスロー、ハイバン、あ、これね、スロブラキャストの軽いところが一部あの廃盤になったり、カラーによってちょっと廃盤になってたりしますけども、あの現行品として今やっております。でさらにね、レイクショアスロー用のちょっと新しいモデルなんかも開発してたりしますんで、これ言っちゃってよかったこれ大丈夫、言っちゃってよかった大丈夫です大丈夫、いろいろやってます。ライトショアジギングの1本目は10、これ松尾さんに、103の H プラス、これ一押しで、もし、女性とかね、少し、いう方だとやっぱりね、こう体格に比例して竿って長くしてた方がいいんですね。で、比較的やっぱり小柄な方であったりとか、ちょっとあの近い自信ないなっていう方は、それを96の例えば MH に変えてあげるだけですごい楽になりますんで、本当に始めるときは一応角として真ん中に103の H プラスを置いておいて、ちょっと強すぎるかなっていうときは96の MH、ね、これがおすすめ。青物を狙うときにリード穴の長さはどれ、これね、砂浜でやるときは1広、ロックショアでやるときは2広ですね。大沢さんありがとうございます。ツインパの C3000 でキャスト時にベールが勝手に、あ、これね、ベールが勝手に帰る時の注意点、ちょっとごめんなさい、今日リール持ってきてないで申し訳ない。ね、僕がねいつも心がけてるのは、ベール返すじゃないですか。でその時でハンドルの位置なんだけど、位置が上にあると慣性で返るんですよ。なんで下にリールを持ってきて位置でベールを返す。だから割とあの垂らしの長さをその状態にして調整することが多いんですね。でこれちょっと心がけるだけで、あのベール返りすごい減りますから、トライしてちょっと調整やってみてくださいね。モックスオーさん、ロッドに表記された適正ウェイトの長いプレート適正ウェイトですが、の場面により深
かがかかるというんです。あ、これね、まあ実質でロッドに書かれている表記はマージンを持ったウェイトを表記させていただいているので、ジグでもプラグでも実はキャスト自体はそんなになんていうより、むしろキャストは可能なんですね、数字的には。でこれ7割っていうところでいくと、風の抵抗がどうしてもかかってくるっていうのも考慮して、扱い良さ含めて、まあ、そのあたりかなという形だから、実質は表記されているウェイトのところで十分、できますんでね。はい、ジュニアさんこんばんは。クワドン 7H シュワスロー6、あ、こちらね 77H のパワーはね、シュワスローもしくはロックフィッシュ、対応可能です。結構強い差になりますね。場合によってはね、オフシュアなんかでのライトタックルのシーラ狙いみたいなイメージぐらいまではいけちゃう差になりますね。ジムさん、エボルブヘビーモデルの3ピースピミルのベイト、あ、ありがとうございますね。ピミルのベイトいきます。チャンネルターボさん、ありがとうございます。ありがとうございますね。石庵さん、あ、沼田でございます。ハングラーズマニックさん、ありがとうございます。マニアックさんね、ありがとうございます。三上さん、あ、ありがとうございます。いや、もう本当に2時間オーバーお付き合いいただきまして、ちょっと今駆け足になっちゃって申し訳ございません。アーさん、ライトゲームのショルダーバックまだあります。あ、ごめんなさい、ライトゲームのショルダーバック今ね、なくなってしまいました。ちょっとまた新しく開発しますね、少々お待ちくださいね。さ、なんかだと、あ、ごめん、紙が落ちました。サルソンさん、磯平、磯の出入り確かですね。あ、ぜひぜひご期待くださいね。サンペップさん、演習サーフをどのような基準でやりますか。ベイトの情報が入手できなかった場合のブリ狙い、あ、これね、ブリ狙いね、そうですね、僕、まあ、ちょっと演習って見て回れないんですよね。見て回れないって、要は清少なんかだと高速使うと海をずっと見ながら一周できちゃうんで、海の状況見れちゃうんですけど、演習の場合こう、あ、ね、ジムに持ってないとなかなか浜をランガン車でできないから、こういう時はね、情報がなかったら、そうですね、何で選ぶかな。風は結構役に立ってますね。どちらかというとこう夕方の釣りをするんだったら日中南当たる面、で餌情報なかったら、そうですね、例年の実績のポイント行っちゃったりしますかね。そういうところっていうのはやっぱりこう一つ地形的に魚が入りやすい場所だったりするんでしょうね。であとはパーッと見渡しての先ほど言った潮目、結構やっぱ複合して要素が多いところっていうのは狙いう感じですかね。結構あとはこう場所の見切りですよね。あ、もうここダメっていう見切りをどうつけるか、あ、ここ入るなって粘るのか、もうすぐ諦めちゃう、まあ、ただね、結構浜の青物って地合いがすごい短かったりしますんで、ね、非常に難しかったりするんですけども、まあ、そういう意味ではより変化が多い場所を複合してる場所という形でしょうかね。ベイトに頼らないんであればね。レッドナブデックさん、はい、サンキューフォーやコメント。メタルチクエストアルファスロブラドロット If you want to live to buy lots, should buy and I, yes, I recommend that 632 and 64 is model my recommended two models, and if you use the first time, please check it. Kim Kobara さん、こんばんは。ボードさん、ごめんなさい、イングリッシュワーサーとサイズ、難しい質問になってくると、ちょっとなかなか答えられない。Mr. Ball, we will not make a short shooting rod about 2 meter, but I think and I.I feel this style is able to fishing. If you use a sub fishing, it should rather no problem.
but look through areas either I think that's a difficult for using the short road、おめかりこさんこんばんは途中からの合流ですって、ねモニターね、ロックフィッシュ行ってますね、年明けシーバス行くということでねよろしくどうぞ、リョータさん、松村さんこんばんは、冬海水温が低いときはどのような考え正直されますか。ロックショアではなく防波堤、青物が少なくなってきたときはね、先ほど言ったみたいに、ね、地合が短いことを想定してその短い地合になるべく手数を多くするんですね、それを心がける。で、例えば本当に場所によって5分しかなかったりするじゃないですか。でその中で最適解を探すには仮にジグを交換する時間すらもったいなかったらアクションの質っていうのを常に変えていくんです、ね、だ結構同じようにしゃくっててもピッチと幅とスピードこれは常に変えていく。これが近道でもちょっとでも離れたらそこ集中攻撃、ね、難しい時期になってくれば来るほどね、ゲーム性高くなってきますからね。パンブームさんお待ちしますありがとうございます。ちもちさんこんばんは、こんばんは、ね、さあさあ、情報ありがとうございます。これトルコから今挨拶いただいてますね。Thank you, Mr. Ahmed from Turkey. Thank you for your message.低水温のヒラメのポイント気にかけてください。低水温のヒラメ。もうね、低水温のヒラメでも彼らはまあ、いわゆるもう産卵節眼に備えて大型個体が入ってきてるんですよね。なので春先の産卵シーズンに向けて今時期からこう大型がパッパッパッと接岸して釣れるっていうそんなシーズンになってくるんで、何はともあれやっぱりね小さくても餌が入ってると強いのはこれは間違いない。で割とあったかいシーズンっていうのは河口まで魚が入ってきたり淡水絡みでヒラメ釣れるじゃないですか。だけど寒いシーズンっていうのは川の水が先に冷めてで海の比熱はねなかなか冷めにくい。だから川絡みは要注意、釣りにくくなっちゃったりもします。まあ、ベイトはその逆にそれを川絡みでベイトがやってきたら低水温を抑えるだけベイトっていうのはパワーがあるっていうその優先順位だけいつも意識して釣ってますね。001丸さん、動画見てショアジギ、ジギが初めて、あ、おめでとうございます。ナイスフィッシュね。初めての魚、これはもう本当にずっと思い出に残る魚なんでね、おめでとうございますね。新型ライジキ、はい、ただ今ね、やっております。少々お待ちください。ギグエフリデーセラの使い方、先ほどの質問からいくとヒラメでいくとね、ギグの場合は、リフトアンドホール、エフリード SR の場合でいくと割とこう大きくアクションしてくるんで横の釣りが効く時っていうのは結構活性がいい時間帯なんでマズメ試合、なんかは、割と横の動きでそれ以外の時間帯はギグの上下の動きでそこの場にいる魚にこう食わせていくっていうそんな使い分けおすすめです。キリンさん今年はいろんなイベントを企画して、そうですね、2度選ばれたんです。これはねあれですよ、キニさんの作品ないしはねこう写真の評価になりましたよね。おエボルブ大丈夫です、フグ魚です、ね、僕の、ね、10種チャレンジの中でフグはいないと成り立ちません。本当ですね、今おでこさんから2時間経っちゃいますよ、でも2時間半です、じゃあちょっと今、答えられる質問にパパッと答えていきたいところなんですが、タイラバロートのご希望が来ております。はい、ありがとうございますね、皆さんね、ヒラマサ共存しているしゃくり、ブリーとヒラマサ、ヒラマサの方が少し強めの方が反応がいいことが多いで、ブリは割とイーブンピッチだってフォールにこうアタックしてくることがありますんでね、ありがとうございます。皆さんね本当にたくさんのコメントをいただいています。マラクさん間に合ってよかったです、仕事お疲れ様でございましたね。ジャーマニーからもいただいてますね、ミスター、
セプレンズさん、ミスターセプレンズさん、サンキュー。先日神谷、パームズガチャ引かせていただきます。限定スメルとルアーズ、おめでとうございます。大吉さん、おめでとうございます。ね、ワイルドハンサー、ビターシューもう少しいるんですが、おいてくれます。あ、そうですね、もう頑張って、やっていこうと思います。あ、メバルアジでのサブリーム、神がかってると思いますということで、先ほどね、あのサブリームの使い方ご質問されたような、本当にハマってくるとあのサイトで楽しめます。ぜひぜひ、ね、ワイルドハンターさんありがとうございますね。ブリのオーナゴボタン、リアをつけた方がリア深いです。あ、ね、若釣りさんね、オーナゴだったりとかのパターンの場合はですね、あのリアをつける意味が実はありまして、あのジグを大きくあんまりアクションさせないで食わせることができるんですよ。で、どちらかというと水に絡める動きの方が有効だったりするときはエビになることがないんで、あのつけとくと復帰率が上がることもありますんでね、そういう理由だと思います。お、釣り手でゆうたさんね、お帰りなさい。釣り手で出遅れたんですが、釣れましたでしょうか ね、 ね、まだやっておりました。2時間半経っておりますけどさあさあさあ、ありがとうございます。釣り最高さんね、エグレポリスさんありがとうございます。なるにならさん、こんばんは。かずやさん、知りかけたこと、ちょっとなかなか言えませんがあります。はぐればらいさん、ビースト先輩、どうもありがとうございます、ね、いつもメッセージいただいております。松熊さん、唐揚げさん、マーさん、テリさん、ね、大好きパセントさん、ね、トユキメさん、 OP5NF さん、ありがとうございます、ね、さあ、3時間になってしまうところでございました、ね、今夜も皆様、長い時間にわたり、ね、お付き合いをいただきました。本当にありがとうございます、ね、ご質問、ね、こういただいて答えていくという形で、ね、普段こうイベントできない中でも、ね、こういった形で皆さんと、おしゃべりができて、非常にありがたく思っております。そんな形で、ね、今回の、パムスムービーライブ、お伝えしていったわけなんですが、最後にちょっと、ね、いくつかご紹介ご案内という形で、やってまいりたいと思います。まず一つ目こちら、先ほどからちょっと後ろの方でチラチラとあった、こちらね、釣りフェスティバルのご案内になりますね。いわゆる横浜フィッシングショー、これ2021年釣りフェスティバル、2021という形で、こんな状況もありましてね、オンラインでの開催になります、ね、で新製品紹介等々の、イベントになるわけなんですけども、今回、こちらの釣りフェスティバル、パームスの方でも参加いたします、ね、2021年の新製品を中心に、このような日程で、1月22日から23、24、これが本番会期という形で、その後1ヶ月間の予定で、オンラインでご覧いただくことができる企画になっておりますのでね、ぜひ、チェックしていただきたいなというのが一つ、ね、これのさらに続いての大阪のフィッシングショーもオンラインになる、いう形になりますが、横浜大阪ともにパームス、参加いたしますのでね、ぜひ、チェックの方いただければと思います。私の、中でも、パームス、並びにね、いつも私が使っているバリバス、それからデコイさん、各社ね、出展ありますので、ぜひ新製品チェックしていただければと思います。でさらに最後になりました、メタルバスターステッカー、お待たせいたしました。すみません、2時間半後の発表で長いよという話でもございません、申し訳ございません。こちらね、新しいロゴに変わりまして、メタルバスター、ね、こんなかっこいいステッカー出来上がりました。ちょっと光っちゃって見えるかな、ご希望の方に、お送り差し上げたいと思います。皆様の、ね、応援あっての、今年でありました。応募方法はですね、公式のツイッター、ちょっと皆さんツイッターやられてるかな、公式のツイッターの方をちょっとフォローいただきまして、ダイレクトメールの方でですね、ステッカー希望の旨とお名前、それとご住所、お電話番号ですね、こちらを、書いていただいて、ダイレクトメールを公式ツイッターの方にお送りいただく。でちょっとツイッターやってないよという方もしいらっしゃいましたら、公式の、インスタグラムの方ですね、こちらの方、いずれかちょっとフォローしていただいて DM でダイレクトメール送っていただければですね、ちょっと時間かかっちゃうかもわかんないんですけども、お送りさせていただきます。で場合にちょっと数に限りがあるもので抽選になる可能性もあるんですけども、極力皆様にね、お送りできるようにと。
でさらにちょっとこれアーカイブ見た方もお送りいただければなとは思うんですけども、ずっとやってるとなかなかね難しくなりますんで、27日明日、明日までの、ご連絡いただいた方、にでさらにで数が超えちゃった時は抽選になりますけども、その期間内でご応募いただいた方にお送りさせていただきたいと思います。楽しみに待っててください。さあ、さらに、ちょっと最後、一つですね、皆様にお礼とともに、5月からですね、我々オンラインショップの方の売り上げの一部をですね、国立感染症センサーというところへの、コロナ対策への寄付という形で、やらせていただきました。売り上げの一部の方を寄付させていただくという活動でですね、やらせていただいたんですけども、先月末までにですね、40万3701円という、金額の方、累計でね寄付させていただくことができました。これも一人に皆様のご協力、そしてお買い求めいただいたね、皆様の力あってのことという形で、私、そして社員一同ね、非常にありがたいという形で感謝申し上げたいと思います。ありがとうございました。こんな状況ではあります。皆さんね、一緒にぜひこの冬を乗り切って、またね楽しく、いろんなところでお会いできることね、楽しみにしております。2020年、皆様本当に、お世話になりました。そしてありがとうございます。来期もね、パムス、バリバリやってきますんでね、2021年もぜひよろしくお願いしたいと思います。本日はありがとうございました。